ソウルのチャムシル野球場のマウンドに日本のエース松坂が上がっています。これから1回の表の投球に入ります松坂。2日前にこのソウルに入ってきました。今日の台湾戦です。来年のシドニーオリンピックを目指す日本チーム、今日からいよいよ決勝リーグ、韓国、台湾、そして中国、日本、この4チームがリーグ戦を行いまして、上位2チームが来年のオリンピックの出場権を得ます。日本は今日台湾、明日中国、そして明後日地元の韓国との対戦が控えています。今日のこの台湾戦、解説は慶応大学、そして新日鉄八幡で左腕で活躍され、監督も務められました、全日本ナショナルチームの協会員をされていらっしゃいます萩野智康さん、実況斉藤陽一郎でお伝えします。萩野さん、はい、まず注目のこの台湾戦、はい、そして松坂の立ち上がりですね、はい、ちょっと今感じではちょっとマウンドにのはちょっと気になって、はい、ちょっと緊張しているような状況ですね、はいはい、ゆっくりとオーダーはこの後ご紹介しますが、日本はこの松坂、そして古田のバッテリー、野手5人は1番から5番までずらりとプロ選手を並べました。さあ1回の表の台湾の攻撃が始まります。初球攻撃、まず1球でワンアウトを取りました。146キロ、ショートにはアマチュアの沖原が入っていますが、146キロのストレートでワンアウトです。台湾は合わせて10人のプロ選手が参加していますが、この2番から5番までの4人、そして7番、スターティングメンバーでは5人のプロ選手が入っています。最初のプロ選手、2番セカンドの高中義、バルセロナオリンピックの代表でもあります。日本と台湾は予選リーグで対戦していますが、はい、一昨日のゲームは台湾は主力をほとんど出しませんでした。日本が勝っています。まあ、バッターを隠すと、はい、今までは台湾こういう隠すとかいうのはなかったんですけども、はい、やっぱり相当思い入れ強いと、まず打倒日本ということがもうありありと一昨日のゲームで出てましたね。そうですね、はい、一昨日19歳の誕生日を迎えたばかりの松坂、その一昨日韓国に入ってきました。ソウルに入ってきました。あの日本での大英戦のアクシデントがありましてからは中6日の登板ということになります。その筋肉の方はもうすっかり大丈夫だと言っていました。スライダー、今日の球審はアメリカのスコットさんです。三塁側のスタンド、日本からもこの決勝リーグになりまして、今日は一昨日までに比べてたくさんのツアーの応援団が詰めかけています。受けるキャッチャーは古田です。今年初めてアマとプロの合同チームを作りました。日本の野球の歴史で非常に大きなこの節目を迎えました今年のシドニーオリンピックアジア地区予選、松坂古田の黄金バッテリーです。まあ、古田は松坂のいいところを引き出したいと言っていました、はいはい、あまり相手を怖がらずに松坂本来のピッチングをしてほしいと言っています。ツーアウト、146キロのストレート、まあ、若干このチャムシル野球場のスピード表示と日本の表示は違うかもしれませんが、はい、参考までに日本の山田投手が、はい、そうですね、学生3年生大学生なんですが、はい、150キロというのが、はい、これまでの最高、はい、あの表示なんですね、はい、まだまあ、ただ高めに浮いたボールだったですからね、はいはい、まあ、松坂自身は昨日のインタビューではその全くスピード表示なんかは気にしませんと言っていました、はい、でこのスピード競馬ですね、はい、ほとんど日本と同じです、はいはい、3番指名打者の高慶宝、プロ選手です。3割3分8人の高打率をマークしているバッターです。さあどうでしょうか、台湾の打者はこの3番4番5番、はい、このくらいが要注意でしょうか。このクリーンアップ相当パワーあってですね、はい、ちょっと要注意ですけども、まあ、アウトコース低め、インコース低めに投げ取れば大丈夫と思います。はい、で特に台湾です、はい、特に台湾のバッターはですね、ほとんどがまっすぐ狙いです、
で、まっすぐも真ん中近辺の高さ、はい、これを積極的に打ってきます、でそれ以外 の、 低め、両サイド低め、両サイド高め、ここはもうほとんど打てない状況です。スライダー。松坂も古田も台湾戦を見て、はい、まあ、古田は実際おとといマスクをかぶっておりますが、パワーは感じると言っていました、はい、そうですね。この古田、そして松坂、まあ、古田はおとといこのソウルに来たばかりですが、もうすぐにマスクをかぶって、はい、おとといの台湾戦予選リーグで途中までマスクをかぶりました。後半は松坂と一緒にベンチでこのバッテリーが台湾のバッティングを見ていました、はい、ストレート、三者凡退、2三振を奪いました。まず快調な滑り出しを見せました日本のエース松坂。日本が松坂をこの台湾戦にぶつけたということは非常に意味があると思います、はい、もうまず台湾に勝つという面で一番いい、松坂君をですね、台湾戦に当てようと、はい、もうこれはもう相当前からマスコミの方もみんな、皆さんも感じたと思うんですけど、予想通りの松坂です。さあこちら三塁側が日本チーム、先発オーダーをご紹介しましょう。サーティンメンバー、1番日本ハムの井出、2番広島の野村、3番ヤクルト古田、4番ロッテの初芝指名打者、5番に大栄松中ということで、ずらりと5人野手のプロ選手を並べてきます、はい、そして6番にキャプテンのアマチュアの三菱自動車川崎の梶山、7番に NTT 東日本の沖原、8番に日産自動車社会人の高野、ラストバッター東芝社会人のセカンド工藤というオーダーです。そして台湾の先発投手はこの蔡中南が来ました、まあ、来ましたという言い方はおかしいかもしれませんが、はい、過去2試合台湾はこの予選で1回も投げてない唯一のピッチャーが日本戦に先発してきました、はい、ちょっと我々スタッフもですね、誰が来るだろうと、はい、許明傑か、許明傑というのは台湾のエースと言われているピッチャーですね、はい、それか宋金基、これは台湾の松坂と言われているピッチャー、はい、そうですね、はい、で裏を書いて過去源氏かということで、かつて中日で活躍したピッチャーです、はい、この3人の頭の中に入れとったんですけども 1% ぐらいこの蔡中南があるんじゃないかという状況で、ほとんどデータがちょっと頭の中にないような状態で、ちょっとパニックになってましたけども、そうですか、はい、今年20歳のピッチャーで台北の体育学院をこの6月に卒業したばかり、まあ、おそらくこの後は兵役に、まあ、つくんではないかと言われている、はい、まあ、学生と言っていいでしょうね、蔡、はい、中南、20歳のピッチャーを日本戦にぶつけました。1回の裏、日本の攻撃は 1番センターの井出、日本ハムファイターズ。おとといの台湾戦も1番を打って3安打2打点、先制打と、同点打と勝ち越し打を打ちました。141キロのストレート。今掴んでいる日本の情報としては、この蔡投手はどんなタイプのピッチャーと見ていいんですか。まあ見ての通り本格はスピードあって、はい、あとスライダーフォークを投げるピッチャーと、はい、ただコントロールが今一歩ないというような状況で、これぐらいですね、はい、これがストライク、スライダーでしょうかね、スライダーですね、はい、一塁側が台湾の応援団です。で打ち取られました。ワンアウトです。台湾はこの日本戦が終わりますと、明日が韓国、あさってが中国、ま、今年も4チームが決勝リーグに残りましたが、日本、韓国、台湾、この3チームがいわゆるアジアの3強と言われています。しかも地元の韓国がプロ選手19人オールスターメンバーですので、はい、そうですね、この日本と台湾の勝敗が大きくこのオリンピック代表の出場権に関わってくる、はい、日本にとってはある意味では最も重要な一戦かもしれません。2番のサードに入っている広島の野村です。野村にとっても2回目のこの
オリンピックを目指すことになります。11年前のソウルオリンピックの代表です。当時は駒澤大学の学生でした。広島の中心バッターの野村です。風がこの方向に吹いていますが、もう一つ伸びがありません。昨日と一昨日とは逆の風、レフトからライトに風が吹いています。ソウルの中心部の南にありますチャムシル野球場、両翼が95メートル、そしてセンターは125メートル、まあ大きさ広さは十分あります。そうですね。ソウルにもプロ野球のチームが2チームありますが、その2チームのホームグラウンドにもなっています。日本3番キャッチャーの古田です。古田も野村同様ソウルオリンピックの代表選手でした。日本はソウルオリンピックでは銀メダルを獲得しました。過去4回の野球のオリンピックでは全てメダルを取っている日本チーム。変化球の割合が萩野さん多いですね。はい、やっぱりプロを並べてますんで、とりあえずもうスライダーとか変化球から入ってくる、そういう感じですね。そしてストレートが今143キロ、だいたい3、4キロというところですかね。はい、そうですね。はい、でこのピッチャーの特徴は、はい、前に移動するときに膝を大きく曲げるんですね。大きく曲げて上縦上から出てくるんで、ちょっとタイミングの場面でちょっと取りにくいんですね。はあ、これも詰まり気味です。ショートの後方、日本も3人で攻撃を終わりました。両チーム1回の表裏を終わって得点がありません。これから2回の表の台湾の攻撃を迎えます。6時15分過ぎに始まりました決勝リーグ。なお今日は2試合行われますが、第1試合では韓国が中国に勝っています。7対1で韓国がまず1勝を挙げています。2試合ずつ行われます。今日から3日間の決勝リーグです。プロ選手5人を含みます台湾のスターティングオーダーをご覧いただいています。1番がセンターのチン・チエン、バンコクのアジア大会の代表アマチュア。2番から5番までいずれもプロで、2番セカンド高中義、バルセロナの代表。3番指名打者の3割3分8厘をマークしている高慶宝。4番がドジャースのシングル A、陳金宝。そして5番にライトの陳連宝。これは4番5番が兄弟で、5番が兄です。いずれもプロ選手。6番が韓中義、アジア大会5番を打っていました。7番プロ選手のキャッチャー高一中、8番鄭少明、そしてラストバッターが姜翔健です。さあ1回はまず3人で抑えました松坂投手。まあ、日本のファンも、そして先に乗り込んでいた日本のメンバーも、大英戦のアクシデントは気になるところでしたけど、はい、どうですかこちらに来てから。萩野さん、なんともないというように聞いてますね。はい、そして萩野さんはアマチュアでずっと活躍されてこられましたが、実際昨日初めて松坂の投球練習、はい、生の投球をご覧になったということですね。はい、もう初めて、それまでずっと去年は甲子園ですね。はい、今年はプロ野球のを見ましたけど も、もう第一印象はすげえな、はい、ボールがですね、2段ロケットという感じで、キャッチャーミットにズズッという感じで、行くんでですね、もう惚れ惚れしました。はい、さあプロ選手が続きます。ドジャースの契約しています、シングル A に所属している陳金宝が出てきました。23歳、スライダーから、とにかくパワフルなクリーンアップトリオ。ドジャースの 1A ではありますが、3割31ホームラン30盗塁をマークしているバッターです。ドジャースのシングル A、まあ、この選手が参加したことによって今大会アジア予選が木のバットを使用することになりました。はい、大リーグ参加の選手が参加した大会は木のバットを使用するという IBA の規定によって、金属バットではなく木のバットを使っています。
去年アジア大会でですね、4割、ホームラン3本という台湾の本当 の4番バッターで、やっぱりすごいバッターがいるんだなというのが印象でしたね。とにかくパワフルな、ね、はい、バッティングをしました、はい。さあ古田のバッテリー勝負球は何でしょう。見事なストレート、早くも3つ目、3連続三振、まあ、スピード表示はさほどではありませんでしたが、コントロールが素晴らしかったですね、はい、そうですね。アメリカの球審のスコットさん、アウトコースの低めはどうですか。取っていますね、はい、取ってますね、はい、これは松坂にとってはどうでしょうか、はい、もう少し甘いボールでも取ると思うんですよね、はいはいはい、5番が陳兄弟の兄陳連光和信というプロチームのメンバーです。現在2つのプロリーグがあります台湾ですが、その1つのリーグ中華プロリーグと言っていますが、そのトップを行っている和信の中心バッターです。3割4分2厘のリーディングヒッターです。予選のフィリピン戦ではホームラン1本打ちましたね、はい、非常にこの巨体でですね、はい、本当パワフルという感じ、すごいですね。190センチ100キロ、まだ一人もランナーを出しません。松坂4者連続三振、まず日本としますと、萩野さん、はい、松坂がまず前半からずっと相手を無得点に抑えること、はいはい、そしてその勝利へのこの条件ということになりますと、はいはい、まずですね、早く1点先取する、はい、これがもう本当の一番、そしたら松坂君、まあ落ち着いて投げてますけども、はい、でも安心しますのでね、はい、であとやっぱり3点取ってあげたいですね、6番のファーストのハン・チュイ、アジア大会ではこの人が4番、5番を打っていましたね、はい、そうですね、現在兵役です、23歳。台湾の場合は23歳になりませんと、まあ、プロに入れないという内規があります。そうですね、兵役がありますからね、はい、台湾は合わせて10人のプロ選手、日本はピッチャー3人野手5人の8人です。地元韓国はなんと24人中19人、珍しく古田が弾きましたね、はい、まあ、この松坂古田はオールスターゲームの倉敷で初めて実際座って球を受けたことを受けました古田ですが、やっぱりこの速いボールですのでね、はい、やっぱり名手もちょっと、ファーストは松中、2回も完全パーフェクトなピッチング、安定した投球、さああとは日本チームが早く松坂に選手権をプレゼントすること、そうですね、まあ、これが勝利への条件となります、はい、まあ、大きなこの大会リーグ戦ではありますが、もうトーナメントに近いような大会だ、ね、戦いだと思います、はいはい、先ほどおっしゃった萩野さん、まず日本の勝つ条件として選手権がありますね、はい、そうですね、はいはい、で早く2点3点、はい、これ3点にすることですね、3点にすること、はい、意外にですね、台湾 の, バッターはパラフ、非常に力がありますけども、はい、長打、ホームランが意外に少ないです、そういう意味で、3点あれば、はい、松坂君をそんなに連打食らないんでですね、2点、3点、3点が安全点だと思います、ね、あ、3点が一つの目処、はい、まあ、日本としてちょっと危ないなという展開はどうですか。 0-0 でいくことでしょうか、はい、もう完封か1点に抑えられることですね、はい、ということはその確率はもう非常に少ないと思います、はい、日本にとってみればまず、3点を目指して1点ずつこう積み重ねていくようなゲーム展開が
勝利へ、そしてシドニーへの出場へ大きくつながってくる戦いぶりではないかと思います。日本は2回は4番の指名打者の初芝から始まりますが、こちらが台湾のベンチが映っています。台湾はオリンピックは84年のロサンゼルスから公開競技で始まりましたが、はい、そのロサンゼルスでは銅メダル、そして92年のバルセロナオリンピックでは日本を準決勝で破って銀メダルを獲得しています。あの阪神にいました鶴里投手が、ね、活躍しましたが、はい、前回のアトランタの代表を逃しています。前回はアジアからの2チームは日本と韓国でした。したがってこの日本へ向けるその何て言いますか気持ち、はい、気迫というのが非常に強いと思います、はい、そうです。本当にあのホテルで一緒になっても、はい、なんかこう話しかけてくるとかそういうのはほとんどないですね。そうですか、はい、4番の指名打者ロッテの初芝です。日本のオーダーは1番からずらっと5番までがプロ選手、1番井出、2番がサードを守っている野村、3番古田で4番初芝指名打者、この後が5番ファーストの松中です。かなり低めも取る感じがしますね、はい、だいたい、もう、真ん中のあたりで、もうストライクボール、だいたいアンパイアの方決められてる方が多いですね、はい、これもいっぱい。おとといの台湾戦はやはり4番指名打者で出場しまして6打数ヒット1本、ただ初芝らしい当たりがもう一つありませんでした、はい、今一歩ちょっと体のキレがですね、ちょっとないかなっていう感じですね。野手組は10日に入ってきました、はい、どうなんですか、その、ま、今キレがないとおっしゃいましたけれども、はい、十分な練習時間打ち込みというのがここまでできてきたんでしょうか。こちらに来てはもうほとんど練習時間1時間ということで制限がありますので、ほとんど練習できないですね。まあ、彼は昨日バッチリピッチャーやってですね、体のキレを取り戻そうと黙々とバッチリピッチャー、ね、私も初芝がバッティングピッチャーしてましたね、はい、本当誰が投げてるのかおかしいなと思ったら初芝が、進んで投げてびっくりしました。まあ、本当にね、十分な練習時間が確保されませんので、はい、そのところ非常に各チームとも苦労しています。ただ昨日の練習など見ていますとどうですか、同じ球場ではありませんでしたが、はい、この初芝もそれから野村も、はい、ようやくこうなんか当たりが出てきた感じがしていましたが、はいはい、非常に特にセンター方向に打つ練習を入念にやってましたね、はい、このロッテの初芝は二松学舎大付属から東芝府中に入りましたが、東芝府中時代はソウルオリンピックを目指してね、はい、最終合宿まで参加をしたことがあります芝です。ただどうしても守備が下手だったんで、はい、そこがネックで落とされたというふうに聞いてます。32歳になりました初芝、そういった意味では今年初めてプロアマ合同のチームが日本で組まれましたけれども、はい、この初芝を含めてプロ選手はそれぞれアマチュア時代の、ま、思い出もユニフォームにこう、はい、少しこう忍ばせながらといいますかね、はい、特にこの、広丸をつけるというのは、やっぱり本当にもう名誉なことですし、また責任感がものすごい出てきますね、はい、9球目粘ります。今萩野さんがおっしゃったことは本当に同じように各選手が言っていましてね、はい、期待が大きい分責任を感じると、はい、135分の1とは思えませんと、はい、本当に普段のペナントレースとは当然違うんですが、違った意味の緊張感がありますと言っています、はい、1番から5番までずらりとプロの野手、最後はスライダーに打ち取られました。まだ日本も打者4人、先発の際からランナーを出すことができません。
過去の国際試合を見ても日本が台湾や韓国に苦戦をし、あるいは敗れるケースというのはなかなか点が入らずに中盤後半まで行くこと、したがって早く日本は先取点が欲しいところです。三塁側の日本の応援席が映りました。5番ファースト大栄の松中、アトランタオリンピックの4番バッターです。もう皆さんもまだ記憶に新しい、はい、と言っては3年前かもしれませんが、全日本の4番、5本のホームラン、特にアメリカ戦のホームラン、キューバ戦の満塁ホームランが印象に残ります。やはり初芝松中といったところはやはり長打も期待したいところでしょうか。そうですね、はいはいはい、特にあの初芝、あの松中2人はですね、やっぱり長打も期待と、はい、6打数4安打と一応打っていますが、長打がまだありません。145キロの後は外への、今ちょっとフォーク気味の球でしょうかね。あのどうしてもあの左バッターにはあのスライダーじゃなくて、ああいうフォークをですね、投げていこうと。このあのスライダーになかなかあのタイミングが合ってないですね、はい、またフォーク、松中も10日に日本のプロ野球選手としては一番早く、まあ、福岡から近いですからソウルは、はい、一番早く日本チームに合流しました。もう翌々日はすぐに周りの報道陣に日本の新聞のコピーを請求、あの見せてくると言っていまして、大栄が勝ってほっとしていました。はいはい、なるほどですね。まあ、チームが大事な時にこういった形で出場する複雑な気持ちがあるけれども、精一杯の責任を役割を果たして戻ったら大栄の優勝への弾みにしたいという、はい、非常にバランス感覚のあるコメントをしていましたが、あ、今ファールボールを取ったファンが映りましたが、ここはあの観客ファールボールもらえるんですね。もらえるんですね、まだ両チーム一人もランナーを出せません。松坂と、そして台湾の20歳の今大会初登板蔡中南の投げ合いです。ただ今ブルペンはやっていませんが、先ほど1回台湾のブルペンではですね、はい、背番号39をつけました、蘇哲氏が投球練習をしていました、はい、総力戦で臨みたい台湾ですから、この後エースの許、あるいは台湾の松坂と言われている高校卒業したばかりの蘇金基の登板もどうでしょうか。はい、今日はですね、はい、3人か4人のファウルです。3人か4人のですね、継投だと思ってます、2番手が許明傑か蘇金基、はい、こちらのどちらか、この2人が、あと2番手3番手で投げると思います、はい。そして中日でね、ストッパーで活躍した各源氏も43歳になりますからね、はい、最後出てくるんじゃないですかね、だから各源氏を出さないように早く点を取って、落ち着く、日本は落ち着きたいところですね、はい、左へ切れていきます。こうやってファールボールの取り合いです。ただ日本は各打者といいますか、初芝、松中ともに投球数をかなり投げさせてますね、はい、そうですね、初芝が10球、そして松中もこれが10球目です、はい、台湾は予選リーグを2位で通過しました。まあ、予選リーグは1位、2位は変わりません。相手のチーム対戦する順番が変わるだけなんですが、はい、だから明日韓国と当たるか、はい、その中国と当たるかの違いだけですね。そうですね、はい、フィリピンに勝ち、日本に敗れて1勝1敗でこの決勝リーグの台湾、フォアボールでボールが大きく跳ねていますが、松中は1塁止まります。両チームを通じて初のランナーが出ました。
追い込んでからフォーク2球ワンバウンド、日本のランナーです。ペナントレースはあまり盗塁のケースは松中ないんですが、このアジア予選はもう2盗塁決めています、はい。まあ、ただ相手が、はい、相手ですから、はい、まあ、そういうのはもうないと思います、はい。ワンアウトランナー1塁で、そして初めてアマチュアのバッターが出てきます。日本チーム、日本のキャプテンの梶山がバッターボックスに今入っています。三菱自動車川崎の梶山、今年29歳、社会人11年目のベテランです。高校は静岡高校、甲子園にも出場しました。近鉄の赤堀と同期の選手ですね。そうですね。バンコクのアジア大会では4番あるいは5番打っていました。はい、非常にですね、中距離バッターで非常にミートうまいです。国際大会も経験が豊富です、はい。チームのキャプテンということですからね、はい。まあ、意外にですね、おとなしいんですよ、はい。でうちに秘めた闘志が、はい、この梶山君の良さでもあるんですけどね、はいはい。プロアマー合同のチームですが、アマチュアキャプテンをこうアマチュアにキャプテンをこう置くという形にしましたね。はい、そうですね、はい。やっぱり当然人数も多いですし、はい、でずっと合宿してますんで、そうですね、はい。やっぱりどうしてもチームのチームリーダーが必要なので、そうですね、はい。まあ、去年からずっと合わせて8回の合宿、まあ、2ヶ月ほどずっと最後まで残った選手はですね、寝食を共にする合宿を行ってきました。ややコントロールが乱れてきました。サイ、今大会は6打数3安打2打点と当たっています。ちょっとプロアマの走行試合などありまして、デッドボールを受けてですね、はい、右肘にデッドボールを受けて心配されましたが、本大会に入ってから当たりが出てきました。梶山です。連続フォアボール。さあ日本、2回の裏先制のチャンスを広げました。打順はこの後7番8番、9番、アマチュアの3人が続いて出てきます。55番をつけましたのは台湾の林監督です。監督が自らマウンドに行くケースが今大会非常に目立ちます。41歳の監督、そして先ほどご紹介した39番をつけました台湾の宋哲氏、21歳の学生ですが、投球練習をまた再開しています。キャッチャーを座らせています。ただここは交代がない模様です。まだまだですね、はいはい。今移りましたベンチに戻ります台湾の林監督は、かつて日本のヤマハ発動機から河合楽器、社会人の三塁手として活躍しました。内野手としてロサンゼルスオリンピックは1番サード俊足のバッターだったそうです。まあ、日本のことは非常によく野球に関しては理解されている監督です、はい。そうですね。筑波大の学生として通っていたこともありました。さあワンアウト一塁二塁、7番ショートの沖原です。こういうチャンスには強いバッターです。 NTT 東日本、特に沖原君ですね、プロはまあプロとのオープン戦からですね、はい、ものすごい当たってるんですよ。そうですね。初球からいった。愛媛県の西条高校では甲子園に出ました。そしてアジア大に進んで現在は NTT 東日本。長崎バッティングコーチ、プロで活躍した長崎さんのコーチの言葉を借りますと、はい、練習ではあまり目立たないけれども試合になると非常にこうしぶとくですね。そうなんですよ。1本ヒットを打っていくというね、はい、本当に不思議なバッターですね。実戦向きなバッターという評価です。練習ではですね、はい、どこにいるかわからないんですよ。はい、それで打撃練習もですね、はい、大きいのを打つわけないから。そうなんですね、はい。まあ、だけど非常にやっぱり実戦向きでやっぱり集中力があるっていう選手ですね、はい。
さあどうだ、おっとちょっとセカンドとの連携が遅れました。アウトは一つだけ。ツーアウトランナーが三塁一塁。6時50分を過ぎました。 BS ニュースはこの日本の攻撃が終わった後お伝えします。どうぞご了承ください。2回の裏日本の先制のチャンスですが、ショートがセカンドがちょっとコンビネーション危なかったですね。台湾としては、はい、あわやオールセーフというところでしたが、はい、特にこの内野はですね、はい、非常に土硬いんですよ。で私今抜けたかなと思って一瞬喜んだんですけども、もう一つやっぱり打球に勢いなかったですね、はい、そして8番レフトに入っています高野です。日産自動車、去年の社会人の日本一になりました。その主砲、中心バッターです。浦和学院から国士舘大学、そして日産自動車、昨年の都市対抗の優勝メンバー。昨年の都市対抗はホームラン4本打つ活躍を見せました、はい、そうですね。8番です。ストレート狙っていったが、いや今ちょっと本人も苦笑いですけども、一番好きなボールなんです、好きなボールだけどもちょっとあまりにも早くこう来たと思って逆に力が入ったんですね。ちょっともったいない、はいはい、追い込まれました高野。予選リーグ2試合は4打数1安打1打点。最初に迎えた日本のチャンス、松坂が登板していまして2回までパーフェクトに抑えています。したがって早く日本は1点欲しいところ。そうですね。さあちょっとこの回はフォークがワンバウンドになっていますが、サイショートの正面、2回の裏日本2つのフォアボールで得ましたチャンスを得点に結びつけることができません。2回終わって両チーム得点がありません。それでは BS ニュースを3分間お伝えします。この野球の模様は画面でお通じてご覧いただけます。ではお伝えします。台風16号から変わった熱帯低気圧と前線の影響で関東甲信地方を中心に所によって激しい雨が降っています。台風16号は勢力が徐々に弱まって午後3時に長野県飯田市付近で熱帯低気圧に変わりました。しかしこの熱帯低気圧と東北南部から北陸にかけて停滞している前線の影響で関東甲信地方を中心に激しい雨が降っています。午後6時までの1時間には群馬県藤岡市で31ミリ、長野県の軽井沢で29ミリなどの雨を観測しました。東北地方や関東甲信地方では明日にかけても大雨の恐れがあります。また別の熱帯低気圧が沖縄の東海上を北上している影響で現在雨が収まっている九州でも明日未明から再び強い雨になる見込みです。 NHK が今日午後5時現在で各地の被害をまとめたところによりますと、増水した川に流されるなどして全国で5人が亡くなり3人が行方不明となっています。国連の安全保障理事会は日本時間の今日午後、東ティモールの治安回復のため多国籍軍を派遣する決議を全会一致で採択しました。多国籍軍は国連憲章第7章に基づき各国が独自の判断で部隊を派遣するもので、決議では多国籍軍が統一した指揮権のもと東ティモールの治安回復と平和維持のためにあらゆる手段を取ることができるとしています。多国籍軍をめぐってはオーストラリア軍が主体になるべきだとする国連の主張にインドネシア側が最終的に合意し、安保理の決議が採択されました。決議を受けてオーストラリア軍を中心とする部隊はできるだけ早く現地への展開を始めるとしています。キルギスの拉致事件で武装勢力側は仲介者となっている人権活動家のアクノフ氏を事実上キルギス政府の代表として受け入れ交渉を開始することに合意したことを明らかにしました。これはアクノフ氏が今日 NHK に対して明らかにしたものです。昨日まで2日間にわたり武装勢力の拠点ザルダリ村で話し合いを続けてきたアクノフ氏は
今日現地対策本部のあるバト県で、武装勢力側は私を代表とする交渉に合意したと述べました。この後アクノフ氏は今後の交渉でどのような権限を持てるのかについてキルギス政府と協議するため急遽首都ビシケクに戻りました。こうしたことから今後のアクノフ氏と現地指揮官との交渉ではそれぞれがどれだけの交渉権限を与えられるかが問題解決に向けた一つの焦点となってきました。15日のロンドン外国為替市場は円高ドル安がさらに進み円は1ドル103円台まで値上がりしています。ロンドン市場現在の円相場は1ドル103円75銭から80銭となっています。以上 BS ニュースをお伝えしました。3回の表の松坂の投球が始まります。ソウルのチャムシル野球場、両チーム得点ありません。今日から始まりましたこの予選リーグから決勝リーグに入った最初の日本のゲーム、台湾戦、両チーム得点なし。日本は2回にワンアウト1塁2塁のチャンスを逃しました。台湾7番キャッチャー高一中、プロ選手です。台湾は5人のプロ選手がスターティングメンバー、2番、3番、4番、5番、そしてこの7番です。ベテランのキャッチャー38歳、ソウルオリンピックの経験者です。急遽、変更になったキャッチャーですね、はい、1人プロのキャッチャーが怪我をした関係もあって急遽メンバーで入ってきましたこの高一中ですが、松坂初めてボール先行ノートゥー、2回終わって25球という投球内容。ノースリー、4連続三振、打者6人、パーフェクトに抑えています。ここまでの松坂ですが、今日から日本は決勝リーグ、台湾、明日中国、あさって地元の韓国との3試合、4チームによる決勝リーグの上位2チームが来年のシドニーオリンピックのアジア代表になります。したがってこの台湾戦が日本のオリンピック出場の大きな鍵を握りますが、初めてのランナーはしかも先頭バッター。何か萩野さん変化ありますか？実はね、ずいぶん間があったんですよ。そうなんです。実はですね、バッターボックスをですね、はい、ちょっと柔らかくなったんで、はいはい、アンパイアが水をまくように打ったんで、その間5分ちょっと間があったんですね。そうですよね、はい、それでちょっと集中力欠いたんじゃないかと思うんですね。8番はショートの丁小明、アマチュアの選手です。送りバントできました、はい、もうこれはもう特に下位打線、はい、力ないバッターが続きますので、やっぱり確実に台湾の方も逆に選手戦欲しいんですね。そうですね、はい、まあ、この松坂の存在はこの地元のソウルでも大変な評判になっていまして、最初大会の始まる直前くらいまではこちらの新聞は濃い松坂、つまり韓国戦に松坂が来るという、はい、松坂と対決したいというのがこう地元の雰囲気を感じましたが、はい、最近はもう松坂かという感じになりました。したがって地元のファンもあるいは台湾の選手も今日は松坂が来るという、日本のエースが来るということは大方の予想だったと思います。そうですね、日本からソウルについて昨日そして一昨日と連日松坂の記事が地元の韓国のスポーツ新聞にもたくさん情報が載っています。バットが回っていますが三振5つ目、スライダーで取った三振はこれが初めてです松坂。まあ、相手はパワフルだけれども別にそれで自分のピッチングを変えたくないという、はい、きっぱりと話していた松坂、はい、古田さんのサイン通り投げますと言っています。はい、そうですね。ラストバッターを迎えます。サードのヒョウ・ショウケン、こちらもアマチュアです。
バンコクのアジア大会の代表でもあります。ワンアウト一塁、ノーアウトのランナーを進めることができませんでした台湾。さあこの後1番に戻りますので、あるいはアウト1つ犠牲にしても送るかどうかというところですね、はい、まあ、いろいろ動きたいところなんですね、はい、当然萩野さん、松坂が素晴らしいピッチャーだというのはですね、はい、台湾の選手もチームも情報入っていると思いますね、はい、ですから何かで打ち崩すにはエンドランとかですね、はい、スチールとかいろんな小技をやっぱり機動力をやっぱり、いると思いますね、はい、我々スタッフも松坂というピッチャーについての質問を随分台湾や韓国の新聞記者から受けました。しかし、まあ、それを補ってあまりあるほど昨日今日の韓国のスポーツ新聞には松坂の情報満載でした。あ、そうですか、まあ、日本の皆さんご承知の同じくらいのレベルの報道が高校時代から詳しくされていましたが、詰まっているが持っていく。初めて打たれたヒット、しかもラストバッターに。さあチャンスの後にはピンチあり、はい、今度は松坂がピンチを迎えて一塁二塁、1番に打順が戻っていきます。今は高めの投球だったですかね、はい、ちょっと高めにですね、はい、ストライク取りに行ってるのがちょっと抜けたって感じで、はい、さあ見てみましょう。ノー2からちょっとこの回はボールが先行します、はい、古田のミットよりもまだ高かったですね、はい、簡単にストライク取りに行こうというので、はい、思い切って投げてないんでですね、その分高めでもボールについていったんですね。1番センターのチン・チエン、アマチュアです。1回目はショートゴロ、ストレートを打ちました。初球攻撃のショートゴロ、初のピンチを迎えた松坂。試合を任せられたら責任は果たしますときっぱり昨日のインタビューに答えていました、うん、ちょっと甘いがスライダー、今非常に甘いボールでヒヤッとしましたけども、はい、まあ松坂君になるともう2球も甘いボールはいかないと思うので大丈夫と思いますね、はい、もうこれも甘いぞ、甘いスライダー打たれた。台湾が1点先行、松坂先取点を許しました。ラストバッター1番連続ヒットを打たれました。いずれも高めの甘い球、会心の当たりではありませんですが、これも高い、はい、高かったですね、今ちょうどマウンドには古田、そして野手が集まろうとしていますが、連打で台湾に1点を先行されました。まあ、スピード表示が日本と大体同じだと萩野さんおっしゃいましたが、はいはい、どうでしょうか、ここまではですねストレートの伸び、はい、スライダーのコントロール、はい、バッターは2番、さあプロ選手が続きます。2番から5番まではプロ選手、高中義、ポジションはセカンド、松中ファインプレイ、ファインプレイ、ツーアウトになりました。これはよく守った松中のファインプレイ、素晴らしい出しでした。今良かったですね、はい、これは松坂を救いました。今のはどうでしょう、プッシュバント、セーフティーバント気味のバントだと思いますが、はいそうですね、はい、まあ、いろんなこういう小技で目指そうと、いうことですよね、はい、ツーアウトを取りましたが松坂、さあ最も怖いバッターを迎えます。3番指名打者の高慶鳳、
回目のバッターボックスは144キロのストレート、空振りの三振に打ち取りましたが、まあ、一番台湾でですね、はい、一番要注意のバッターですね。ワシンという現在トップを行っているプロチームの中心バッターです。スイングはしていません。3番の高慶宝、このワシンというチームはあの日本の打撃の職人と言われた山内和弘さんがコーチをしているチームです。今度はバットが回った。台湾には現在プロリーグ2つあります。合わせて10球団プロ球団がありますが、そこから合わせて10人このナショナルチームに参加しています。さあ松坂追い込んだ、またスライダー。各選手は2回目の対戦になりますね。はい、ね、最初はこの中心バッター2番3番4番5番と全部プロ選手を三振に打ち取った松坂ですが、はい、まあ、ちょっと打たれたのが高めのですね、ちょっと棒球になりましたからね、今気合入ってますよ。ストレート6つ目の三振、1点止まり台湾。しかし3回の表、松坂からラストバッター、そして1番の連打、その前にフォアボールもありまして1点を先行しました。これが1番の陳智炎の最後ですね。これは今の三振のボール、1番の陳智炎のタイムリーヒットで台湾が1点を先行しました。まだ序盤といいますか3回の攻撃を迎える日本ですが、萩野さんも大きな国際大会は多く経験されていると思いますが、はい、先に点を取られる、はい、このベンチの雰囲気はどう想像したらいいですか。まだ1点というですね、まだ序盤ですし、はい、そんなに慌てることはないと思いますね。はい、まあ、松坂が打たれたっていうショックはちょっとあるかもわかりませんね。今スコアボードが映っています。3回の裏ジャパンがもう0と入っていますが、はい、これはこちらの監修でですね、そうですね、これから攻撃に入るチーム、はい、3回の日本が攻撃に入るときにもうゼロが入ってるんです、はい、ですから、ちょっと我々も慣れませんとおやっと思うんですけど、そうですね、これが監修です。もちろん点が入れば0から1に変わり2に変わるというところですが、はいはい、台湾の先発は、エースと言われていました許明傑でも、そして台湾の松坂と言われていました18歳の宋金基でもなく、この蔡中南20歳、今大会初登板、日本はまだノーヒット、ラストバッターのセカンド工藤から始まります。フォアボールを2つ選んでいるだけです。ラストバッターセカンドの工藤は大芝、今年の都市対抗の優勝チームの2番バッターです。2回終わってもう41球投げています。九頭高校から駒澤大学でもやはり1番2番で、はい、そうですね、大芝でも1、2番を打っています。上背はさほどありませんが、相手としてはどんなバッターですか。はい、年場で2番打つ、3番でもいいと思うんですけども、非常にですね、シュアなバッターでですね、走行守、3秒揃った非常にいい選手ですね。高めのボール球に手が出ました。日本最初の三振、打者9人を振った日本ですが、松中と6番の梶山がフォアボールを選んでいますが、まだ1人もヒットを打っていません。打者一巡、1番から5番まではプロ選手です。1番センター日本ハムの井出です。
1回目は最後変化球を打って打たされたセカンドゴロ。日本はこの後2番が広島の野村、3番ヤクルト古田、4番指名打者でロッテの初芝、5番がファースト大栄の松中です。さあ飛んだコースがいいが、依然としてヒットが出ません。ショートはテイ・ショウ、テイ・ショウ名ショート、まあ、先ほど硬いと萩野さん言われましたが、このチャムシル野球場は内野が自然の芝になっています。そうですね、守るところがまあ土のグラウンド、はい、このグラウンドが非常に硬いんですよね。硬いですね、はい、ですから柔らかさと硬さがこう一緒に、はい、内野守らなきゃいけないというね、はい、存在するという非常に守りにくい球場ですね、はい、よく守りましたショート。2番の野村です。サードに入っている野村、1回目のバッターボックスはストレートを打ちました。ライトフライ、ちょっと上がりすぎた感じのライトフライ。そうですね、もうほんのわずかポイントがちょっとずらされたですね、はい、ちょっと日本高めの球に手が出てますね、はい、ちょっと1点取られたんでちょっと力みが出てきましたね、はい、2番は打っていますが、壺に来ればと言いますかね、一発ホームランも、ね、もありますんでね、はい、今映っているメガネの監督、太田垣さんですね、東芝の監督を長い間務められました。あっとフォークが来た。3人で攻撃終了。日本3回終わってノーヒット。松坂3回に2安打連打で1点を失っています。3回終わりました。決勝リーグの最初のゲーム、日本にとっては落とすことのできないオリンピック向けとの台湾戦ですが、3回終わって1対0とリードを許しています。あ、いい球ですね、ちょうどあそこのにフォークを振られるとちょっと手が出ないですよね、はい、こちらは台湾チーム一塁側のベンチ前です。そう、林海監督41歳ね、まあ、日本、韓国、台湾、この3つでシドニーのオリンピックの座を争うことはもう間違いないと、はい、林監督も話していましたが、はい、今ちょうど夜空に変わりました。上空を背景にして風が今流れておりますが、今日もソウルは非常に暑く、日中の最高気温は29度4分、平年より3度7分も高い気温となりました。まあ、現在もまあ手元の温度計ではありますが、30度近い気温がまだあります。何よりも蒸し暑さを感じますが、まあ、夜になりまして幾分風が涼しさを増しています。さあ萩野さん、はい、松坂の3回までの投球はどうご覧になりますか。はい、普通の状態だと思います、はい、ただ1点取られた3回、あの回だけですね、ちょっとアンパイアの方からのでバッターボックスをのちょっと手直しがあったんですね、はい、それでちょっと緊張が緩んでああいう状態になったと思います。先頭打者のフォアボールがね、はい、失点に結びつきました、はい、さあ気持ちを切り替えてますだか。4回の投球、4番のレフトを守っていますプロ選手の陳金宝、ドジャースのシングル A。ただ4番5番の陳兄弟は1回目はいずれも見逃しの三振に打ち取っていますが、す、ね、スライダーからさあ松坂としてもこのゲーム展開ですともう2点目はやらないぞというね、はいはい、この顔つきに変わってきました。
詰まっています。センターは井手です。ワンアウト。萩野さんは初めて昨日29球投げた松坂の全力投球を肉眼といいますかね、そばでご覧になったそうですが、どうですか、改めてこうどの辺が素晴らしいというふうに感じられました。肩 の, あの周りがですね、ちょっと違うんですね、肩の回転の速度がですね、一気に、回転するというかですね、あれはもうびっくりしました。5番のライトの陳連光、陳兄弟の兄です。まあ、どっちかというと私速いピッチャーを見てきてるんですけども、はい、まあ、私の年代では阪神の江夏、はい、それで、私と同じ阪急に行った山口隆、はい、そして、江川ですね、巨人の、この3人の中でですね、どっちかと江夏のようなボール、山口隆は重いボールでズドンという150キロ、150キロぐらい前後、江川はナタでボールを切るという感じの危険の鋭いですね。サードは野村広島、ツーアウト。それで江夏はですね、先ほども言ったんですけれども、2段で伸びてくる、そういうボールを見まして、とっさに江夏 の, 投球のボールをです、ね、思い出しまして。そうですか、はい、解説をお願いしている萩野智康さんは慶応大学で左腕投手、六大学3連覇に貢献されましたし、新日鉄八幡でも活躍、また社会人の監督も務められました。現在は全日本ナショナルチームの強化委員をされていらっしゃいます。さあ4番5番を打ち取った松坂、ちょっとまた何かエンジンがかかってきた感じがしますね。そうですね、どうしてもクリーンアップになるとやっぱり力をずっと発揮しますね。うまくチェンジアップを出せました6番のハン・チュイを、おーっとっとっと、最後はセカンド工藤、危なかった、スリーアウト。風はそう強くありませんが、問題はライトとの連携、危なかったですね。そうですね、はい、しかし松坂4回は4番5番6番を三者凡退に打ち取りました。日本のライトはキャプテン梶山、追っているセカンドの工藤、アマチュアの選手同士は十分に合宿を積んで練習をしてきましたが、はいはい、まあ、今日は5人指名打者の初芝がいますので、野手は松坂古田のバッテリー、ファースト松中、サード野村、センター井出と5人プロの選手が入っているんですが、はい、なかなかこの合同での守備練習ってできなかったですよね、はい、まあ、ただプロの選手はですね、はい、それなりにやっぱり合わしますからね、はい、まあ、全然心配してないんですよ、まあ、逆に天の場合がああいうですね、ずっと合宿やってですね、いった割には今もっと梶山がですね、大きな声で取らないかんなんですけどね。さすがに、はい、ナショナルチームの強化委員萩野さんの厳しいお言葉がありましたが、はい、もうあれはもうアウトになったからいいようなものですね、はい、さあ日本はこれから3番古田からの攻撃を迎えます。ご覧の通りまだ日本は4回のこれから攻撃を始めますが、こちらの慣習でスコアボードは最初にまずゼロが出てしまいます。これがこちらの慣習です。左の3人目赤いランプ2番の3番の2古田、キャッチャーの古田から始まりますが、なんといっても日本はまだヒットがありません、はい、フォアボールが2つだけ。もうそろそろミーティングではボール球絞るとかですね、まあ、特にまっすぐとスライダ ー、 これに特にスライダーにですね、はい、タイミングは合ってないんですよね、そうですね、はい、これを誰かがやっぱり狙っていかない、絞ってですね、まっすぐとまっすぐ、はい、スライダースライダ ー、 やっぱりどちらか狙うべきですね。さあ古田2回目、1回目はショートフライ詰まりました。お、古田がこの構え、古田もおととい合流したばかり、すぐその日におとといの予選リーグの台湾戦に志願してマスクをかぶりました、はい、やっぱり意気込みはやっぱりすごいですね。そうですね、はい、ちょっと腰が引けました、伸びがありません。ワンアウト。また風が少し変わりまして、ライトからセンター方向といいますか、ちょっと風向きが変わっています。依然として日本のヒット、わずかに1点差ですけども、何かこうちょっとなんか焦りさえ感じてくるような、早く1本欲しい日本、はい、タイミングはですね、やっぱり合ってないですね、はい、どうしてもホームがですねちょっと沈んでから
もう上から出てくるもんでですね、それでちょっとタイミングはやっぱり取れてないですね。4番指名打者の初芝、1回目初芝はファーストフライ10球粘ったんですが、最後やはりスライダーの変化球に打ち取られました、はい、そうですね。今あの膝が曲がって沈んでからまた浮き上がって投げてくるという、はい、この斉藤、はい、ですからあそこで一つタイミングはやっぱり取れないんですね、まあ、本当にびっくりするようなスピードとそして素晴らしいコントロールのフォークスライダーではないんですけれども、はい、まだ日本打線はヒットを打つことができません、はい、スライダーも結構甘いんですけどもやっぱりバッターはタイミングですからね、はい、そのタイミングはやっぱり一つ崩されてるっていうそういう今の状況です。でストレートを見逃します、はい、まあ、当然これは芝は変化球が頭にあったと思います。そうですね、裏をかかれましてワンツー、向かった向かったクロスプレー、ワンアウトランナー二塁、日本の初ヒットは4番の初芝、ツーベースヒット、思い切って二塁へ向かいました、はい、まあ、止まるかと思いましたけどもね、いやもう本当恐れ入りました、はいはい、まあ、これからです、まあ、今日の今の初芝の走塁といい、そして先ほどの松中のダイビングキャッチといい、はい、プロ選手も当然ですけれども、はい、この日の丸のユニフォーム、ジャパンのユニフォームに燃えている感じがします。うまくタイミングが合いましたね、はい、さあこのあと松中君で勝負かけて1点まず同点早く欲しいですね、はい、そうですね。5番の松中を迎えます。ここまでがプロ選手、そしてこのあと6番はキャプテンのアマチュアのライトの梶山、1回目は11球投げさせてフォアボール、最後はこのフォークでバッテリーは攻めてきました、はい、そうですね、今も最初からフォーク、はい、やっぱりまっすぐはインコースに、ちょっとポイントを前に刺してスライダーフォークというパターンですね、はい、今、はい、まだ長打こそありませんがこの大会に入ってヒット4本を打っている松中、3試合目、今138ですがストレートですね、はい、ですね、はい、今ちょっとアウトコース高めなんで、はい、ちょっと本人も中途半端なスイングだったですね、打ち、はい、に行ったスイングじゃないんです、ちょっと迷いながら、まあ、下されたっていう感じですね、はい、セカンドランナー同点のランナー初芝、さあフォークが来るか、ストレート、日本は1回3回は三者凡退、2回にワンアウト1塁2塁のチャンスを逃しました、2回目の得点圏チャンスを迎えています。フォーク、手入りました、さあ同点の長打になる、8番本命向かう松中の二塁へ、ちょっとクションボールもらついてる、松中3塁へ行く、同点になりました、4回の裏日本、初芝松中のプロの連続長打、はい、やっぱりプロです、素晴らしい、はい、追い込まれた後のフォークだったと思いますね、はいはい、スライダーかもしれませんが、はい、うまく畳んで打ちましたね、はいはい、でクッションボールを少しもたつき連携ももたついた関係でランナー3塁、はい、記録は3ベースヒットです、はい、さあ見てみましょう、この位置ではちょっと分かりにくいんですが、はい、落ちる球でしたよね、そうですね、はい、スライダーかフォークかって感じですね、はい、
日本初ヒット、そして連打とつながりまして同点。ここで台湾の今林監督がマウンドに向かっていっています。まだ交代のコールはありませんが、さあ投球練習場では先ほどからずっと39番をつけました台湾のアマチュアではありますが、宋哲氏が投球練習をしています。交代は萩野さんないようですね。まだないですね。まだ、はい、まだまだやっぱり再組んでいくと思います。私は一番今恐れていたのは松中君がフォアボールになるというのが一番最悪のパターンだったと思うんですけども、はい、まあ、これで6番のキャプテンのライト梶山も随分気が楽になったと思います。楽ですよ、内野は前進バックホーム体制。やっぱりここではですね、やっぱりスクイーズもやっぱり梶山君の頭の中にいるところがスクイーズもありますか、はい、もうこういう大会は、ね、特に1点勝負になるとですね、はい、早め早めにやっぱりそういう練習もやっぱり合宿でやってきましたんでね。そうですか、はい、まあ、多分うちだと思うんですけども、やっぱりスクイーズっていうのも頭の中にですね。最終的には今のメンバーが全日本としてジャパンのユニフォームを着ていますけれども、はい、それまでは高校選手を含めて去年からずっと合わせて7回から8回に分けて合宿を行ってきました、はい、特にバントとか機動力、小細工、これにはものすごい徹底してアマチュアやってきましたんでね、はい、ここまではその気配はありませんが、はい、3塁ランナーが松中、同点のスリーベースヒット。今日も頼りになる松中、はい、だからここでのチャンスにもう1点、日本は一気にここは逆転、はい、勝ち越したいところです、はいはい、今日から決勝リーグということで、これまでのファンとはちょっと数が増えました。観戦ツアー日本からのファンが増えました。すっぽ抜け、リーグ戦とは言いますが、もうトーナメントと言っていいように、はい、今日からの3試合、はい、日本、今日台湾、明日中国、明後日地元韓国との決戦です。4チームの中から上位2チームがシドニーオリンピックのアジアの代表になります。あっと高めのボール球、外野フライを狙ったバッティングではあったと思いますが、はい、まあいいですよあれで、はい、ほんのわずかなズレだけですから、ファールがあそこの方に行くのはもうポイントが若干ずれただけなんで、はい、今のいいですよ、積極的で。これはうまくカットしました。国際試合の監修ですが、日本は今日は三塁側です、はい、三塁側がまあホームチームの扱い、そうですね、後攻め高校になりまして、はい、いわゆるこのホームゲーム用のユニフォーム、上がブルーのユニフォームではありません。4回の裏同点に追いついています。ワンアウト三塁、あーっとボールの遠くに手が出ました。2アウトです。しかし三塁ランナーがいて思い切って投げましたね、はい、ワンバウンドが何球もあったんですが、これまで、はい、さあ1回目のバッターボックスでご紹介しました7番ショートの沖原、非常に勝負強い選手、 NTT 東日本、ここまで2試合でも3安打3打点の活躍をしています、はい、先ほど木原はワンアウト一塁二塁、高いバウンドの二遊間のゴロ、センターに抜けるかと思いましたがショートゴロ、
その内野はもちろん定位置に戻っています。ツーアウトです。三塁、日本逆転のチャンスを迎えています。非常にセンター方向にうまく打ったバッターなんですね。センターが右に寄っています。はい、狙ったストレート、また球威を増してきましたね。はい、143キロ、はい、やっぱりそれは力が入ります。はい、力んでくれて甘いボールが来るというんで、非常に甘いボール失投がですね来てほしいんですけどね。これもストレート。さあ、追い込まれますとフォークも頭に置かなくてはいけません。はい、3回の表、松坂を攻めて、台湾が1番の陳智炎のタイムリーヒットで1点を先行。松坂は打たれました。しかし4回、ワンアウトから初芝のツーベース、この松坂の一塁線を破りますスリーベースヒットで同点に追いついています。あ、最後はちょっと落ちたか。連続三振、フォークですね。日本ワンアウト三塁の勝ち越しのチャンスを逃しました。しかし松中のタイムリースリーベースヒットで1対1の同点。試合はこれから5回に進んでいきますが、日本としては一気に勝ち越したかったですね。はい、連続三振。はい、まあ、まだスライダーフォーク、これで2人三振取ったのがまだ力がありますね。そうですね。はい、一旦監督がマウンドに行きましたけれども、続投が成功した形になりました。台湾です。今日からシドニーオリンピックの出場をかけますアジア予選決勝リーグに入っています。3日間2試合行われますが、今日は第1試合で韓国が中国を破っています。7対1、途中5回までは0対0という中国のピッチャー李投手が好投しましたが、後半韓国が得点を重ねて7対1、まず韓国が1勝。そしてこのナイターの日本台湾戦を迎えています。韓国、中国、日本、台湾、4チームが今日からリーグ戦、上位2チームがシドニーオリンピックの代表になります。したがって日本はこの台湾に勝ちますと、この松坂で勝ちますと大きくシドニーオリンピックに近づくということになります。そうですね。はい、ある意味では最も重要な一戦かもしれない今日の台湾戦です。はい、ちなみにシドニーオリンピックは開催国のオーストラリアはもう決まっていますが、8チームが参加することになっていまして、アメリカ大陸からはキューバとアメリカ、そしてヨーロッパ、オランダ、イタリアが決まっています。アジアからはあさって決まります2チーム、そしてアフリカ、オセアニアから1チームです。今ベンチがちらっと映りましたが、右にかつて太陽、そして阪神で首位打者にもなったことがあります長崎さんですね、バッティングコーチ。そうですね。はい、左が林コーチでしたかね。はい、そうです。林さん、日赤三菱で都市対抗で優勝したことがあります林コーチ、この辺はプロアマー合同なコーチ陣を組んでいます。さあ、松坂5回目の投球、7番キャッチャーの高一中、プロ選手です。そして先ほどの1点は、はい、この高からフォアボールから始まったんですよ ね。だからここをきちんとやっぱり先頭バッターを取りたいところです。はい、詰まっています。ショートは沖原、ワンアウト。松坂の3回の1点は7番の甲にフォアボール、ワンアウトを取りましたが、ラストバッターの京にヒット、そして1番の陳にヒットを打たれて1点を許しました。8番のショートの鄭昌明、台湾はプロ選手5人、2番3番4番5番7番です。打順は8番です。甘いスライダー。さあ、ショート沖原、好プレー、ツーアウト。プロ選手も入ってるんですが、ショートはこのアマチュアの沖原なんですね。はい、そうですね。で、特にセカンドショートの連携っていう、本当は野村をショートに入れるのは本来の位置なんですけども、セカンドとショートの連携という意味ではやっぱり大事にしたいと。なるほど。ということで野村をサードに回す。
というのは状況です。まあ、それぐらい監督もショート信頼してますんでね、はい、アマチュアのショート木原と工藤のコンビです。またショートへ3人で7番からの攻撃をしておりました。日本いいリズム、松坂のナイス投球。5回の表を終わって日本台湾1対1の同点です。松坂は5回を投げ終わって打たれたヒットは2本、いずれも3回、出したフォアボールが1つ、奪った三振は6つ、球数59球です。そうですね、まあ、あの時だけちょっと、不良に投げたの打たれたんですけども、まあこれからも気合い入れて、慎重に投げてくると思うんで、まあ、心配いらないと思います。そうですね、はい、日本チームは円陣を組んでいました。コーチングスタッフを改めてご紹介しましょう。日本の監督は太田垣さんで49歳、元東芝の監督、広島の尾道商業から青山学院、東芝で活躍されたピッチャー出身の監督ですね。アトランタオリンピックでは川島前監督のピッチングコーチとしてチームを支えてきました。アトランタオリンピックが終わってからずっと日本代表を率いている形になります。都市対抗2回、日本選手権1回優勝した経験のある太田垣監督が全日本の監督で、コーチが先ほどご紹介した日赤三菱の林コーチ、まあ、かつては日本石油で都市対抗優勝された監督ですが、バッティングコーチで長崎選手と言っていません、ね、長崎コーチ、そしてピッチングコーチがやはり太陽阪神で最多勝も取ったことあります野村コーチで、チームのアドバイザーとしてプロ側から廣岡達郎さんや豊田康光さんもチームをバックアップしています。そうですね、まあ、そういった形で初めて1999年このシドニーへ向けてのアジア地区予選でプロアマ合同チームを結成した全日本。8番レフト高野から攻撃を始めます。1回目は一塁三塁のチャンスに登場しましたがショートゴロ。先発まだマウンドをリリーフ陣に譲りません、蔡中南。もう特にですね、はい、この8番9番どちらからでもいいから塁に出て、上位のプロのバッターにですね、つなげたいですね、はい、つなげて後を任したという形にしたいんですけどね、まだ7番以降の出塁がないんですよね、はい、日本は、はい、だからこのまず高野君が何としても塁に出ることです。8番9番で1人出れば日本は1番に戻って井出、野村、古田、初芝、松中とずらりプロの5人が続きます、はい、スライダー左に寄っていたセンター追いつきそう、ワンアウト。陳智遠が追いつきました。かなり左中間に寄っていましたが風はまたちょっと向きを変えて、そうですね、サードから右中間方向に吹いている感じがします。ちょうど今球場の一塁側のフェンスの後方にソウルの中心部を流れますあの大きな川ハンガンが流れています。その川に向かって今風が吹いています。チャムシル野球場、ラストバッターセカンドの工藤です。バットが回ってワンナッセン。1回目は空振りの三振に打ち取られました。どうでしょうか、1点取られた蔡投手ですが、はい、日野さんからご覧になって少し立ち上がりと比べると変化はありますか。ちょっとコントロールはですね、はい、ちょっとばらついてきたという感じですね、特に彼スライダーでカウント取るんですけども、それがちょっと今2球抜けてますね、はい、ストライク、一言を聞きました。今日の球審はアメリカのスコットさんです。この大会は6チームが参加していますが各チームから1人ずつ、はい、日本からは早稲田 OB の中本さんが審判で派遣されましたが、その他アメリカ、キューバ、地元の韓国を含めて
14人の審判で行われています。アメリカのスコットさんの球審、さあなんとか8番9番のうち1人塁に出したい、はい、次は1番の井出に回ってきます。出ました、ワンアウトランナー1塁、3つ目のフォアボール。さあ日本4回について今度は勝ち越しのチャンス。打順も1番の井出、2番の野村、一塁ランナーの工藤のその走力はどうなんでしょうか。非常に速いですよ、はいはい、ということはここはあるいはいろんなサインが出てくるかもしれませんね。そうですね、はい、特に井出君は小細工、いろいろ右打ちもできるし、そうですね、エンドランも上手いですからね、はい、ここで何か動きがあるかもからなんですね。三塁ベースコーチにはコーチの林さんが入っていますが、サインは井出はあのベンチの方を見てますんで、はい、あの監督自身が出してます、はい、大竹監督のサインを確認しました。ワンアウト一塁、ふっとハーフへ迷ったが工藤戻る。4回終わって球数75球、もう90球に近づいています。こちらが大田垣監督、あそうですね、一番ベンチのバックネット寄りに相手のベンチから見えないところでサインを出していらっしゃるようですね、はい、工藤スタート、あーっと右に切れてしまった、ヒットエンドラン狙っていった右打ちですが、はい、やっぱり仕掛けてきましたね、はいはい、ボールカウントはしかし2エンド1となりました。井出はプロ組の野手の中では非常に、ま、成績を残しているといいますかね、はい、一昨日の台湾戦は3安打を打っている井出です、はい、今度は走らず、うっ、見逃してしまったイデー、ツーアウト、まあ、画面からはそんなに厳しい球ではなかったような気がしますが、そうですね、バットが出ませんでしたイデー、今ストレートでしょう、ストレートですね、はい、ほとんど真ん中に近い感じがしましたが、ツーアウト一塁に変わって2番の広島の野村、さあまた工藤のスタートを注目しましょう。この後は3番の古田、39番の投球練習がまた始まりました。蘇哲志、まあ、特にあのインコースとあとスライダー系が多いんで、走るにはあの今のこの左バッターの時にあの走った方が、そうですね、はい、あの確率高いです、ちょっと詰まっている、伸びがない、伸びがない、スリーアウト。5回の裏日本ワンアウトからフォアボールランナーを出して1番2番プロの井出野村に期待をしましたが得点がありません。5回を終了しました。シドニーオリンピックのアジア地区予選決勝リーグ日本最初のゲーム、日本と台湾は松坂1失点、日本も1点を返して1対1の同点。ゲームはこれから後半に入ります。この球場は5回終わりますとゆっくり時間をかけましてグランドの整備をします。まあ、このアジアのソウルではオリンピックを目指してのその予選が行われていますし、そして日本はペナントレース、セパ両リーグとも首位争いが激しくなりました、はい、そして大リーグも皆さんはメジャーリーグの方も連日あのソーサマグワイアのホームラン争い注目されていると思いますが、ここでそのホームラン王争いをお伝えしますと、14日の試合ですがレッズ戦でソーサは4打席ノーヒット、マグワイアは怪我のため出場しませんでした。したがってホームランの数はソーサ59本、マグワイア55本のままとなっています。 NHK では
この捜査の次の試合、シカゴカブス対シンシナティレッズの試合を明日の午前8時から衛星第一放送でお伝えしますので、こちらの方もどうぞお楽しみに。韓国のソウルでは来年のシドニーオリンピックを目指してプロアマ合同チームの日本が出場権をかけて戦っています。ご覧の4チームが、予選リーグを勝ち上がりまして、このリーグ戦上位2チームがオリンピックに出場することになります。椅子は2つです。すでに韓国が今日第1試合で中国を破ってまず1勝、まあ、中国とその上位の3チームの力がややあると言われていますので、萩野さん、実質的にはこの3チームの争いということになりそうですね。そういうことですね、はい、したがって日本は今日台湾、明日中国、明後日韓国、この3試合で、まあ、最低2勝しなくてはいけないという計算になります。はい、これから6回の表の台湾の攻撃に入りますが、1対1の同点。改めて今日の日本チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。1番がセンターの井で、日本ハム1番から5番までずらりとプロ選手野手5人が揃いました。野村、古田、初芝、松中、そして6番からアマチュアでキャプテンの梶山、そして6番の沖原、ショートの沖原7番、8番がレフトの高野、ラストバッターセカンドの工藤です。さあ、それでは松坂は今日先発してもちろんまだ投げていますが、日本の控えの投手をご紹介しましょう。ピッチャーは8人エントリーしていますが、プロが3人、川越、オリックス、そしてちょっと左胸の筋肉を痛めました小池もベンチに入っています。近鉄の小池、アマチュアではベテラン、3大会連続のオリンピック出場を目指す杉浦、森はサイドハンドのピッチャー、そしてこちらの韓国のマスコミでも非常に評判の150キロを投げたという大学3年の山田、それから高橋左腕投手で、おとといの台湾戦好投しました石川左腕投手、青学、青山学院の2年生、これがピッチャーです。それから野手のベンチにまだ残っている選手もご紹介しましょう。的場と阿部がキャッチャーですね、いずれも学生です。そして高橋、平馬、阿部慎之助、さらには左バッターの外野手の飯塚、俊足の赤星という、背番号9番は阿部正弘です。これが野手の控えです。さらには飯塚、赤星という、したがってベンチに残っている野手は全てアマチュアということになるわけです。日本の24人中8人のプロ選手、16人のアマチュア選手で日本チームを編成しています。アマチュアでは社会人が11人、大学生は5人です。まだグラウンド整備が随分時間がかかっておりますので、さあ、それでは台湾のチームのスターティングオーダーも改めてご紹介することにいたしましょう。台湾は24人中ですね、プロは10人出場しておりますが、そのうちスターティングメンバーの2番、3番、4番、5番、7番合わせて5人がプロ選手です。そしてピッチャーは背番号17、今年20歳、大学を6月に卒業したばかりの蔡中南、まあ、この後兵役になると言われておりますが、兵役につくではないかと言われていますが、この蔡投手が先発をしているという、これが台湾チームのオーダーです。まあ、この時間今ちょうど台湾の応援席でしょうか映っていますが、日本と接戦をしている台湾のその野球の事情を、ね、萩野さんにも伺っていきたいんですが、はいはい、台湾は韓国から遅れること8年、90年にプロ野球ができましてね、今年10年目を迎えています。もともとリトルリーグは非常に盛んですよね。そうですね、はい、で強いんですよね。でその後高校野球が日本ほど盛んではなくて、はい、さらには兵役もありますんで、まあ、そのリトルリーグからプロになる間にちょっと若干ブランクがあるというのが現在の台湾の野球事情ですが、どうでしょう、ロサンゼルスでは銅メダル、はい、92年バルセロナでは銀メダルというこれまでの実績がありますが、はい、どうでしょう、ピッチャーがかなりいいピッチャー出ますよね。はい、結構ですね、はい、大体あの台湾のピッチャーの本格化タイプ、はい、でストレートをもうとにかくスピードあるピッチャー、はい、であとスライダー、このパターンのピッチャーが大体投げ方も大体同じような、あの感じなんですよ。だから、まあ、そういう指導をしているのか、とにかくあのスピードボールを要求する、はい、するっていうのと、
台湾のもともとバッターはスライダー系統に弱いんで、スライダーを早くから勉強するということで、時たま各体現とか、はい、各現地でロッテにいたそうですね、はい、とかやっぱりいいピッチャーが出ますよ ね、 そ、 うですね、その出た時がやっぱり強いです。そうですね、はい、今おっしゃった西武ライオンズの、ね、活躍したオリエントエクスプレスと言われた各体現でしょ、はい、で中日活躍した現在もまだナショナルチームのメンバーの各現地、各里、はい、さらにはそうというね、はい、また日本との交流も非常にこう深い国でしてね、はい、チームでして、数多くの日本のプロ出身者が現役で活躍したりコーチで活躍しているのもこのところの昨今の事情ですが、さあ松坂が後半6回のマウンドに立ちます。5回までの内容をお伝えしますと、球数59、これは理想的、打たれたヒット2本はいずれも3回、1番の陳智炎にセンター前に先制のタイムリーを打たれました。フォアボールが1つです。三振は6つ奪っています。大田垣監督もこの台湾戦とは言いませんでしたが、松坂には1試合を任せると話しています。はい、勝負が明らかになるまでは松坂をマウンドから下ろすことはありませんと話していました。はい、そうですね、もう本当その通りです。さあそして、この今ずいぶん時間がかかりましたグラウンド整備ですが、この間に日本のチームの広報の方からですね、はい、選手の談話がこの放送室に届きました。はい、初芝選手の話をご紹介しておきましょうか。チームの雰囲気が最高に盛り上がってきたので、もう1点取って松坂を、もう1点取って、はい、勝ち越して松坂を楽にしてやる。はい、そうですね。はい、は同点のホームインを、はい、ホームを踏んでいますね。最初のヒットツーベースをします。はい、そして同点打スリーベースヒットを打った松中はいいところで打てて嬉しいと、早く松坂を楽にしてやりたい、はい、なんか同じようなコメントですね。はい、後半の松坂の投球、1番からの高打順、台湾先制タイムリーを打っているセンターの陳智炎。このタイムリーは今のようにちょっとスライダーが甘くなったんですよね。ストレート、乗っていかれました。陳智炎2安打、ノーアウトのランナー、台湾得点を挙げた3回以来2回目。さあ松坂またピンチを迎えます。そうですね、ワンボール合戦から2球目を打たれました。ちょっとバットの先のような気もしたんですが、はい、やっぱり高め、まあ、それもちょっと力のない高めだったですね。さあ2番はセカンドの高中義、先ほどはプッシュバントしましたが松中はファインプレーで救いました。今度は送りバントの構え。ゲームの始まった当初に萩野さんに伺いました。もう日本の安全圏は3点差、はい、そして1点勝負に後半なってくるという、ね、はい、まさにそんなゲームになってきました。そうですね、はい、ここはやっぱり台湾きちんと送ってくるはずです。はいはい、2番、3番、4番、5番とずらりプロが続きます。松坂のフィールディングも見ものですが、ややマウンドの傾斜は急で、はい、そして自然芝で打球の勢いが止まりますからね。ボークか、松坂ボークを取られました。松坂ボークを取られてノーアウトランナー二塁。今萩野さんからご覧になってどこがボークというふうに、きちんとプレートを外しなさいっていうことなんですよ。はい、あ、球審はアメリカのスコットさん、一塁塁審は韓国の審判ですが、今タイムを取って大田監督が直接マウンドに行きます。最初のマウンドです。古田も行きます。まあ、ちょっと動作が
ちょっとおかしかった、うん、というターンの仕方がですね、ちょっとスムーズにポンと言っておけばいいのはちょっと遅かったんですよ、はい、まあ、その分取られたと思いますね。紛らわしい動作だったということなんですよね、はいはい、しかしこれは大きなボーク、ノーアウト二塁。さあ古田はワンアウト三塁、勝ち越しのチャンスを迎えた後半6回の表の台湾。しかも台湾としては最も高打順に回ってきました。3番指名打者高慶鳳、4番のドジャースのシングル A の陳金鳳、まず3番です。しかし2三振の高、三塁コーチからサインが出ているようです。内野はそう極端ではありませんが前に来ました。ちょっと松坂警戒して外へ逃げる感じのスライダー、はいはい、まずはちょっと様子見って感じですね、はいはい、指名打者のプロ選手ですがどうでしょうか。スクイーズもバッテリーは、いや、これはないと思いますね。台湾チームとしてはありませんか、はい、スライダー。まだ6回後半に入ったばかりですが、1点が徐々にこう重さを増してくるようなゲーム展開になってきました、ね、はい、1点の重み、同点です。日本が追いつきましたが勝ち越せません。今度は台湾勝ち越しのチャンスです。三振取りたいんですね、はい、村本を攻めてきました、まあ、このチャムシル野球場はスピード表示が出るときと出ないときがまちまちなんです、はい、そうなんです。今日の松坂は手元で集計したんですが148キロが最速です。あ、今はかなりの力投だったと思います、はい、そうですね。しかもとにかく三振。さあ追い込んで古田のサイン、まだ今日は1回ももちろん首を振っていません。ストレート、狙い通り、古田の方がガッツポーズ、ツーアウト。やっぱりさすがですね。私はもうインコースストレート放ったんで、外でスライダーで三振かなと思ったんですけども、もう一球インコース行きました、はい、3番の甲を3打席連続三振に打ち取りました。そして4番の陳金鳳、見逃しの三振とセンターフライ。ストレート、ストライクですね。あ、ストライクですね。ストライクですね。はい。はい、高めいっぱいです、はい。さあ、あとは松坂バッターオンリー。ストレート。あ、けど危なかった。スリーアウト。もうヒヤッとしましたね、はい、しかしワンアウト三塁の日本、ピンチを脱しました。松坂3番4番は萩野さん、ストレートで押してきました、はい、素晴らしいです。あ、日本チームのこの工藤が冷やされてますね、はいはい、いや、これでね、意外にねチームがまとまったと思いますよ、はい、あ、と言いますと、はい、だからそれまではねちょっと予想行きのムードがあったんですけども、はい、まあ、これからやっぱり活動中ね、ええ、今はもうみんなもう固唾を飲みましたよね、ええ、それが一気にこう爆発するしそうな、ええ、そういう予感がします。うん、結果的には工藤がちょっとナインをヒヤッとさせて、ヒヤッと刺した分ですね、最後みんな笑顔がありましたね、はいはい、ええ、これで相当リラックスしたんじゃないかと思います。1対1の同点でこれから6回の裏、日本の攻撃は3番の古田からという打順ですが、先ほど一応その星取り表といいますかね、ご覧いただきましたが、はいはい、日本は今日台湾、そして明日中国、はい、明後日韓国と対戦します、はい、日本チームのこの狙いとすれば、まず松坂を第一戦の台湾にぶつけてきたというのはどのようにあるんでしょうか、はい、まずは
相手がもう台湾ということが決まっているというのは大点ですね。つまり、予選リーグは日本と台湾同じ組だったんですが、はい、1位になろうが2位になろうがこの15日は同じB 組の日本と台湾の対戦が決まっていた。で、次1位になるか2位になるか、1位になれば中国、はい、2位になれば、その時韓国と、はい、いうことになると、その正子君のローテーションというか、それが韓国にぶつけるんだと1日間延びしちゃうんですね。だからそういう意味でもう任せるということであれば、この台湾戦が一番日程決まっているということ で、うん、で中6日というのも一番理想的なんですけどね。そういった意味では全日本の大竹監督やコーチを含めて、そのプロ選手を出してくれている球団にですね、はい、いろいろ連絡を取りながら、そうですね、登板日を決めていったということを聞いています。はい、さあ3番の古田からストライクです。日本のヒットは2本です。4番の初芝のツーベースヒット左中間、5番松中タイムリー、ファーストの右を破るライト線のスリーベースヒット2本だけ。古田は1回目ショートフライ、2回目ライトフライ。私ちょっと古田がこちらに来てからのバッティングはですね、あまり本来のバッティングじゃないような感じがするんです。ちょっとですね、差し込まれたり、ちょっと追い出されたりですね、詰まり気味なんですよね。そうなんです、はい。もちろん古田はアマチュアとプロのこれまでほとんど受けたことのない球を受けるというね、大事なキャッチャーというその役目もありますが、なんといっても3番としてのバッターとしての期待もしたいところです。贅沢な望みかもしれませんが、もうこのクリーンアップでとにかく1点欲しいところです。1番から3番までの井出、野村、古田に打者3人、3回バッターボックスが回ってきましたがノーヒットです。先発の際5回終わって90球をもう投げています。打たれたヒット2本、フォアボールを3つ出しています。4番指名打者の初芝、4回同点のホームを踏んでいます。日本の初ヒットを打っています。ワンストライクツーボールからの4球目を打ちました。詰まり気味だがどうだ、初芝2本目のヒット、ワンアウトランナー1塁、持っていきました。松中、梶山と左がこの後続きます。台湾の投球練習場は先ほどから背番号41をつけました蘇金基が始めました。この6月に高校を卒業したばかり、高校の台湾のタイトルを総なめにしまして、台湾の松坂と言われている、球の速い蘇金基が投球練習を始めています。もう100球が近づいてきてるんですが、行けるところまで来るでしょうね。さあワンアウト一塁で5番の松中、フォアボールと同点のタイムリースリーベースヒット。そろそろ大きいのが欲しいところですね。そうですね、風は強くちょっとなりました。上空チャムシル野球場、レフトからライトに吹いています。いいコースだ。しかし今年20歳、大学を出たばかりというこの蔡ですが、なかなかピンチに強いですね。本当予想以上、もっと早めにこう崩れると思ったんですけど、台湾には何回もご紹介しているようにプロで活躍している14勝をマークしている許明傑、アジア大会でも活躍しましたが、このエース、さらには今投球練習をしている蘇金基、中日の抑えで来た各源氏、さまざまないいピッチャーがたくさんいるんですけれども、詰まってます。さあこれは追いつきそうだ。おーっとっと、取れません取れません。
これは日本ラッキー。サードのヒョウ、風が先ほどご紹介したようにライトの方向に吹いてるので、はい、ちょっと戻りましたかね、打球が。そうですね、はい、これは助かりました。これはラッキーですよ。完全にこのサイが打ち取った打球でした。今年の5月の日本、中国、台湾、韓国という4チームによる対抗戦が行われましたけれども、はい、その時は日本戦は投げませんでしたが韓国戦に好投したというこの蔡中南。あー、見逃せばボール球、ツーアウト。何かここまではハイルさん、なんか打てそうで打てないというね。バッターボックスに入った時の感じが随分このテレビを画面を通じている感じとは違うのかもしれませんが、そうですね、意外にあのストレートの角度があるとかですね、というちょっとあの出所が見にくいっていうことがあるかもわかりませんね。さあどうだ、ちょっと上がりすぎたか、センターが追いつきそう。6回の裏日本無得点、ワンアウトから橋場のヒットを得点に結びつけることができません。6番のライトキャプテン梶山センターフライ。松坂は1点に抑えていますが、しかし6回終わって1対1、日本が国際大会で苦戦をする、あるいは敗れるパターンというのがこの同点で終盤を迎えるということになるんですね、はい、一番ちょっといけない、まあ、そういうことを考えちゃいけないんですけどね、はい、やっぱり早めにやっぱり点を1点とにかく取るっていうのはですね、もっと執念見せないからですね、しかも台湾は5人のプロ選手がスターティングメンバーに名を連ねていますが、細かい攻撃は日本のような攻撃は備えていませんけれども、はい、一発長打ドカンっていうホームランも可能性ありますんでね、はい、そうなんです。7回の表の台湾の攻撃がこれから始まりますが、こちらの監修として先にゼロを表示します。7回の表の台湾の攻撃を迎えます。ヒットはご覧の通り3本ずつ、そして台湾にエラーが1つあります。フォアボールが台湾1つ、日本は3つのフォアボールを得ていますが、得点は1対1の同点。3回松坂がフォアボールからラストバッター1番に連打を打たれまして1点を先行されましたが、4回、日本は初芝のツーベースヒット、松中のタイムリースリーベースヒットで1対1の同点に追いついています。これから7回の投球を迎える松坂、6回終わって69球、理想的なペース。打たれたヒットは3本、そのうち2本を1番の陳に打たれています。三振は7つ、フォアボールは1。5番のライトの陳連光から始まります。23歳、ドジャースとの契約をしていまして、シングル A で3割30本30盗塁。陳連光ですね、5番の陳連光からです。そのドジャースのシングル A の陳金宝の兄です、まあ、兄弟ですが4番5番を打っています。今日は三振とサードゴロ。松坂は2番からのプロ選手はうまく抑えていると思いますが、そうなんです、はい、そうですね、1番と9番にちょっと投げ、まあ、ちょっと油断しているかもわかりませんけども、うん、甘いボールがやっぱり高めにいったのをうまく打たれたって感じですね、いずれも9番のアマチュア、1番のアマチュア、アマチュア選手に皮肉にも3安打を打たれて、ね、はい、1点を捉えている松坂。まあ、台湾は一発長打もあるんで気を抜くようなことはしませんと言っていた松坂ですが、まあ、別に気を抜いたわけではないと思いますけれども、手を出しません。ストレート、
142と表示されましたが、もっと速く感じるストレート。そうですね、特にちょっと高めのインコース寄りですからね、バッターには速く感じですよね。古田のリードはどうですか、プロ選手に対しては思い切ってきてませんか。はい、特にインコースまっすぐですね、多めに使ってますね。前半はちょっと外に、はい、スライダーとかまっすぐ外に集めてたんですけども、そうですね、はい、5回6回はちょっとインコースですね。これはスライダーうまくタイミングを外した、はい、6番のハンセンターは井出でツーアウト。先ほどの三振松中奪った、松坂が奪った8個目の三振ですが、そのうち萩野さん7個がストレートで奪ってますね。はい、はい、非常にインコースですね、はい、特にあれを使い出してましたから、余計やっぱり古田君がやっぱりその辺見抜いたんでしょうね。7番キャッチャーの高一中、プロ選手です。フォアボールとショートフライですね。ショートフライ3回、この高に与えた先頭打者のフォアボールが唯一の失点につながりました。はい、そうですね、はい、スライダーすっぽ抜け。3回の1失点はこの7番のコーフォアボール、ワンアウト三振で奪いましたが、ラストバッターのヒョウにヒット、1番のチンにも連打、これで1点を失った松坂。しかし4回以降はヒット1本に抑えています。ちょうど中6日の登板になります。9月8日の大英戦に先発しまして125球を投げています。7回本当にアクシデントがあってマウンドを降りたんですが、はい、心配された松坂ですが、ソウルチャムシル野球場のマウンドでピッチングを続けています。スライダー、サードは広島の野村、スリーアウト。7回の表台湾ゼロ、7回表終わりました。1対1の同点。さあどうやら次の1点が萩野さん、はい、勝負の1点になりそうですね。はい、はい、まあ、ゲーム前は松坂に対しては3点が日本の安全圏、はい、まあ、これは相手が1点取りましたので4点3点差という意味だと思いますけども、はいはい、そうですね、はい、こうなりますとあとはもう後半ですね、もう7、8、9になるともう1点です。1点、もう1点、1点です。1点をいかに取るかジャパン、はい、まだ日本はしかしここまで6回に終わってノーアウトのランナーが出ないんですね。先頭バッターが出ない、はい、まずはやっぱり何でもいいです、とにかくエラーでも何でも当たってもいいです、もうとにかくまずランナーに出る、ランナーに出て早く一番上位に回すっていうね。7回の日本の攻撃は7番の沖原、8番の高野、ラストバッター工藤とアマチュアの選手が続きますが、まだ両チーム一人もメンバーを変えていません。はい、まあ、合わせて18人といいますか20人ですね、ピッチャー入れますか、はいはい、20人の戦いが続いています。こちらが日本のベンチに残っているアマチュアの選手が映っていますが、これは高橋ですね。そうですね、はい、セカンドを工藤と交互に守ります、はい、高橋。7番打者ショースタブ沖原由伸、まあ、解説をお願いしている萩野智康さんは全日本ナショナルチームの強化委員の一人でありますが、まあ、本当に今の萩野さんの言葉がベンチの中の首脳陣もそう思っていると思うんですね。そうですね、何でもいいから出てほしいという、はい、しぶとい沖原。しかし今日はいずれもチャンスにショートゴロ三振。先発のこの蔡中南、実は台湾も8人のピッチャーをエントリーしていますが、唯一これまで予選リーグで投げていない、まあ、いわゆるこの日本のコーチ陣に言わせますと隠していたピッチャー。そうですね、これがまさか7回途中まで来るとはというね、はい、日本としますと姜明傑あるいは宋金輝、台湾の松坂、郭源治、まあ、こういったエース級のピッチャーを予想していましたが、
もうこれから今沖原は2回り目3回目でしょ、はい、1番に戻れば井出で4回目になりますんでね、はい、そろそろこのそろそろなんとかですね、やっぱりタイミング合わせなきゃ、本当にこう言っては失礼かもしれませんが、台湾の蔡投手にこのくらいのピッチャーは日本はこれまで国際大会でかなり当たってきたと思うんですが、はい、そうなんですね、打ってきたと思います、はい、しかも今回はプロの選手5人メンバーに加わっています、はい、まだ3安打の日本、あスライダー泳がされたが飛んだ位置がいいぞ、どうだどうだ、レフトをついてワンアウト、またこの回も先頭バッターを塁に出すことができない日本、台湾打者レフトフィールダー高野文俊、まあ、この高野君のとにかく一発、出会い頭の一発を期待したいんですけどね、ネットを狙った8番ですが、レフトの高野、ま、アマチュアでは日本代表の4番を経験したことがありますよね、はいはい、パンチ力はあります、はい、もうそろそろ出ないからです、はい、このだいたいヒット1本は必ず打つバッターですよね、はい、日産自動車、去年の都市対抗の優勝チームの中心バッター、ただちょっと風が強くなりました、このソウルのチャムシル野球場、はい、レフトからライトに吹いています、彼の一番いいのはセンターのちょっと右あたり飛ぶのが一番最高なんですよね、はい、狙ったスライダー、長打にはなりませんがランナー出ました、ワンアウト、はい、日本4本目のヒット、アマチュアでは最初のヒット、そしてこれで1番の井出まで回ってくる可能性が高くなりました、はいはい、もうバントでもいいですよ、はい、バントでもいいという萩野さん、はい、さあ大谷監督が出まして、あランナーを変えるようです、はい、あそうですね、赤星ですね、ちょっと待ってください、飯塚ですか、飯塚24番の飯塚が向かってますね、はい、チームナンバーワンの俊足は赤星なんですが、はい、JR 東日本、はい、この場面はまず24番をつけました飯塚、 NTT 東日本の飯塚がピンチランナーで起用されました、アジア大 OB、 バンコクのアジア大会でも1番を打っていました、さあワンアウト1塁、打順ラストバッターセカンドの工藤、さあここはもう本来のなんか 1,2 番のコンビと言っていいような、はい、アマチュアの全日本の 1,2 番コンビの攻撃と言っていい場面を迎えています、ワンアウト1塁、もうバンドでもいいです、もうランナー出てランナー送っても、あと小細工ですね、はい、さあ、初球攻撃、もともと工藤というのはもう思い切りのいいバッターで、はい、まあ、2番打っていますがタイプとすればね、はい、3番のような感じで思い切りのいいタイプのバッターです、はい、東芝では2番を打っている工藤、ただパンチ力もあります、なんとかいい形で1番の井手につなぎたい日本、ここは勝ち越しのランナーで単独のスチールというのはちょっと考えにくいですね、ないですね、はい、単独だと赤星君出してるはずです、はい、チームナンバーワンの俊足の赤星はこの場面は出しませんでした、また台湾の投球練習場は台湾の松坂と言われている宋金輝が投球練習、そして前半ずっとやっていました宋哲氏も始めていますが、先発蔡続投、さあワンツーになりました、見るベンチは大田垣監督、バッテリーがタイムを取りました、次の1点が決勝点の可能性が非常に高いゲーム展開になってきました、はい、決勝リーグに入った日本最初のゲーム、台湾、明日中国、あさって韓国、
今日台湾に勝ちますと大きくシドニーオリンピックに近づくことになります。はい、そうですね。はい、仕掛けのチャンスですよ。ワン、ツー、エンドラン、スタート、単独シールだ。送球ちょっとそれた、盗塁成功。キャッチャーの送球がちょっと低く左にそれました、はいはい、タイミング的にはどうかなと思いましたが、はい、ワンアウトランナー二塁、日本勝ち越しのチャンス。さあスタートを切ったピンチランナーの飯塚、いい送球がいけば際どいタイミングでしたが、はい、タッチにご覧の通り時間がかかりました。今の投球がストライクで、スコアボードはストライクになってますね。2エンド2となっています。フォークだ。今日の工藤は1回目空振りの三振、2回目はフォアボール、3回目のアットバットです。この後1番の井出、2番の野村とプロの選手が5番まで続きます。今少し変化しましたか、はい、フォークですね、 ですね、はい、日本7つ目の三振、ピンチになりますと最後はフォークで三振を取る、このピッチャーのサイ、あまり大きく変化していない感じですが、はい、さあそして1番の井出に期待します。おととい台湾戦3安打の井出ですが、今日はセカンドゴロ、ショートゴロ、見逃しの三振、1番から3番までヒットがありません。日本バットが回ってワンナッシング。井出、野村、古田、この3人にヒットがない。そうですね。初芝は4番で2安打、松中は5番でタイムリースリーベースヒットを打っています。リードが大きい。危なかった飯塚、かなり大きいリードを取っていました。もう気持ちはもうホームに向かってますよね、はい、ちょっと舌を出してますかね、はい、ヒヤッとしたピンチランナーの飯塚、さあ井出はストレート、スライダー、どちらに的を絞っているんでしょうか。ストレート、今こちらの球場の表示は129と出てるんですが、あの時たまですね、相手にあの誤差になっちゃうのがあるんですよ、今はやっぱり140近くは出てる。明らかにストレートですよね、はいはい、しかも見逃せばどうでしょう、ちょっと高いボール気味の、はい、ちょっと井出は今日は一昨日の台湾戦に比べますと不調です。また見逃し、5回の三振と同じケースです。見逃しの三振、日本勝ち越しのチャンスを逃してしまいました。7回、これ出ませんかね、2打席連続同じような三振、同じだったですね、ちょっと井出は今日は、まあ、スランプといってはなんですが、はい、ちょっと調子を崩しています。あのボールがちょっと見えないですね、ボールに見えてるんですね、はい、あるいは読みを外されたのか。日本が勝ち越せないまま回は進んで8回、はい、日本とすれば、ま、もちろん松坂が投げていますけれども、はい、若干不安を抱えるようなゲーム展開が続いています。でピンチランナーに起用された飯塚がそのままレフトに入って8番、8番レフト飯塚です。飯塚は社会人 NTT 東日本の選手です。アジア大学の OB、 アジア大学ではキャプテンも務めました。
松坂になかなか援護を送れない日本。日本の1点は4回、ワンアウトから初芝の左中間のツーベースヒット、5番松中がファーストの身を破るライト線に転がるタイムリースリーベースヒット。このプロの連打で挙げた1点だけ、ヒットをわずかに3本です。こちらは台湾です。この台湾の面積といいますと九州とほぼ同じぐらいの広さなんですが、2200万人近い人口で野球が最も人気のスポーツ。はい、そうですね、もうがっぷり四つって感じですね。それだけに前回はアトランタの出場権は日本と韓国が、はい、出場しましたんで、逃しているだけにこの日本戦にかける気持ちというのは非常に強いと思います。この回は8番から始まります。8番9番はアマチュアです。8番のショートの丁小明から始まります。松坂は7回を投げ終わって球数80、打たれたヒットは3本、そして三振は8個、8つ。いいスライダー。フォアボールは1つだけです。まだスタミナという点については問題ないと思います。問題ないですね、はい、まだ、はい、日本の投球練習場は誰もやっていません。台湾の選手のヒット3本はこの後ラストバッターのアマチュアのヒョウで、1番のチン・チエンが2安打打点1という、この後の2人に打たれています。そうですね、まあ、あとは完璧に抑えていますが、三振9つ目、またストレートで三振。しかもどうでしょう、これ意識して高めに投げてるんでしょうか。そうですね、今のは一球内角高めに投げて、はい、ボールになって次外、もう一球インコース行くか外行くかっていう、ボールですね。ラストバッターの兵小健です。現在兵役です。バンコクのアジア大会のメンバーでもあります。台湾は24人のメンバーのうち10人がプロ選手とお伝えしましたが、あとは大学生かその兵役、はい、で、そうですね、高校卒業したばかりのピッチャーがいるという、そういう構成になっています。スライダー10個目です失礼しました10個目。三振を取らなかったのは4回5回だけ、まあ、もちろんこういう試合になりますと奪三振の数とかもう関係ないですね。スピード表示だとか、はい、もう関係ないという、はい、萩野さんの今言葉が先にありましたが、はい、松坂も全くそんなことは気にしてないと話しています。しかしいい内容です。さあ2安打を打たれている1番のアマチュアのチン・チエン、このチンチエンもバンコクのアジア大会のメンバーです。現在は大学を卒業して兵役。12月のバンコクのアジア大会は台湾と韓国はプロの選手が出場しましたが、日本はアマチュアだけで戦いました。日本は決勝韓国にコールドゲームで敗れまして2位、台湾が3位、韓国が1位でした。まあ、その、ドジャースのパクも含めて、はい、韓国のプロ選手にですね、はい、日本がバンコクのアジア大会で決勝でコールド負けをしたという、まあ、そのショックもありまして、はい、プロアマの合同チーム結成に結びつきました。どうでしょう、スライダーのキレコントロール立ち上げに比べて。いいですよ、はい、非常に楽に後コースいっぱいに決まってますよね、はい、
まあ、ここまでは投げる方はもう期待通りといいますか、はい、投球をしている松坂、そうです、はい、早く松坂に援護したい日本ですが、この回は3者連続三振、148キロ、まあ、表示では今日最も速い球が打たれました、はい、11個目の三振、決勝リーグになりまして今日は一段とこの日本からいらしたといいますかね、はい、あのツアーで観戦に訪れている日本からのファンが目立ちます、はい、三塁側のスタンド、さあ、あとは日本1点が欲しい、もう2点とは言わない、1点でいいという感じのゲーム展開になってきました、はいはい、8回の裏はしかも2番の野村からです、はい、もう私ももう心臓がドキドキして、はい、もう手は油汗でですね、もうヒヤヒヤしてます、もう本当あの早く、まあ、みんなを楽にしてほしいですね、そうですね、はい、再三申し上げますが台湾、日本、韓国、中国4チームで2チームがシドニーに行けます、はい、日本は今日台湾、明日中国、そして明後日は地元の韓国ですが、ま、アジアは3強と言われていまして、やや中国よりも日本、台湾、韓国の力が上と言われています、したがって日本とすれば台湾、韓国この2チームのうち1つ敗れば可能性としては非常に高くなります、まあ、もちろん三つどもえというケースも考えられますが、118球投げているサイはまだマウンドに行きます、はい、台湾には再三申し上げていますが今日明月台湾のエース、高校を卒業したばかりの快速球を投げると言われています台湾の松坂、宋金基、そして中日でストッパーで活躍したあの郭源治、継投が考えられますが、はい、ついに8回の投球です、はい、ここまでこらしていかないです、もうこの回勝負です、はい、2番の野村から、2番からもうそろそろ握力とかがなくなってくるんで、失投がですね結構増えてくる時です、はいはい、もうここもう多分、ちょっと疲れが出てくると思います、しかし日本相手に見事な投球内容です、今年20歳の蔡中南、台北体育学院をこの6月卒業したばかりです、まあ本当に台湾というのはあのバルセロナオリンピックの時の阪神でも活躍した鶴里投手がいましたが、はい、あっと驚くピッチャーが突如こう出てくるというね、はい、これが台湾のある意味では脅威でもあります、これまでのアジアの野球の歴史の中で、タイミング合わず、日本が台湾に苦戦するこのケースというのはこのケースしかこれまでありません、いいピッチャーに点を取れないとき日本は台湾に苦戦をします、139と表示されているんですが、プロのバッターもあの高めのボールに手が出るんですね、はい、若干あのアンパイアが甘いということがあるんで、どうしてもあの筒が追い込まれたらやっぱりあれ打ちに行かざるを得ないっていう、そういう、まあ、ちょっと悪循環になってますよね、井出も野村も首をかしげます、日本は9つ目の三振、まあ、今のは確かにいいコースに来ましたけれども、こんなにあの際どいじゃなくて真ん中のちょっと低めっていう感じですね、そうですね、はい、なんとかしてほしいという気持ちが、はい、こうさらに大きくなるような三振、3番のキャッチャー古田、ストライクです、今日は球審はアメリカのスコットさんです、まあ、ややこうやって見てますと左右後手、はい、甘い感じはします、はい、
古川はショートフライとライトフライとセカンドフライいずれもフライを打ち上げています。まだ4回目のバッターボックスでこう首をかしげてますもんね、はい、そうですね。やっぱり意外にあのボールの出所が見にくいということを言えるでしょうね。これはナショナルチームの強化コーチをされている選手とも帯同されている萩野さんですから分かったと思うんですが、はい、日本はある意味ではこのサイというのはあまりマークはしてなかったと思います。そうですね、サイというピッチャーは、はいはい、だからそれはちょっと、まあ、意外なこのあのちょっと落ちてからプッとくるですね、うん、これがちょっと意外な。これも完全に詰まってしまいました。2アウト。古田は今日全部詰まり気味のフライ4つアウト。同点なんですが何かちょっと日本にしますとなんか負けてるような重苦しい雰囲気になってきました、はい、そうですね。ここまでは日本の一番こう恐れているといいますかね、はい、嫌なパターンにこう入ってきています、はいはい、終盤も8回の裏で同点。松坂は1点高騰しています。1失点の高騰はしていますが4番の初芝当然一発狙い。三塁側の日本の遠征からもホームランホームラン、はい、芝のコール、はい、もう私もあの観客と同じです、はい、もうここホームラン一発打ってくれと。意外にこの初芝君と松坂君がどちらかというとボールについていってる方なんですね。そうですね、はい、この2人が打っています。ヒットを打っています、はい、風は依然としてこのソウルのチャムシル野球場はレフトからライトの方向に吹いています。したがって右中間の打球は伸びます。さあ一振りにかけます初芝。やっぱり高めに来ないですね。本当に何か打てそうで打てないという感じ、はい、とうとうもう8回まで来ています。日本はまだヒットは3本です。そのうちの2本をこの初芝が打っています。8回終わりました。10三振を奪われました、日本のヒットは4本ですね。初芝が2本、それから松中、そして高野が打っています。いやちょっと解説の萩野さん、はい、2番の野村から古田、初芝と三者凡退ですと、はい、ちょっとこう、はい、苦しい感じがしますね、はい、非常に一番期待してる2、3、4なんですけども、はい、松坂はある程度のこの投球がもう期待できます、はい、前前から期待できました、はい、したがって萩野さんは日本がいかに点を取るかというのが、はい、このゲームのポイントだとおっしゃっています。4回に同点に追いつきまして勝ち越しのチャンスはその4回さらには7回6回にもあったんですが1対1の同点のまま9回の表に入ります。台湾は9回は2番から、日本は5番の松中からのオーダーです。ただ松坂投手の内容を見ますと台湾のプロチーム、プロ選手は2番、3番、4番、5番、7番なんですがこの中軸バッターはヒットを1本も打っていません、はい、ただそうですね、これもパワーがありますので各バッターが、はい、もう本当のこうもう1回1回がもう重要な本当の勝負を分ける一球一球。そうですね、はい、まあ、まさにここまで日本がその斉藤氏に苦戦といいますか打てないとはちょっと予想できませんでしたが、はい、松坂のマウンドはとにかくもう一点もといいますか一球の甘い球も許されない状況に変わってきました、はい、2番セカンドの高中に松坂は8回を投げ終わって92球、
ヒットは3本、三振は11個、フォアボールはわずかに1つです。3回にフォアボールからヒット2本を続けられて1点を失いました。その後のピンチは6回ボークがあってはノーアウト2塁というピンチをしのいだ松坂、はいはい、まず先頭バッター、はい、このチャミシル野球場のアジア地区予選はファールボールがすべて観客にプレゼントされます。2番のコウ・チュウギ、コウシンというプロチーム、現在は中華プロリーグの最下位のチームですが、そこで2割8分5厘ホームラン3本を打っているバッターです。台湾はプロ選手10人が参加しています。バンコクのアジア大会のメンバーでもあります。ショートは沖原でワンアウト。守っている表情にも非常にこう緊迫感を感じます、はい、もうエラーはできないという、はい、もうみんな一人一人もうそういう緊迫感、そうですね、はい、もう当然あの台湾の選手もそうですし観客もそうです。もう我々は一番幸せです。3番の指名打者のコウ、24歳、現在ワシンというプロチームでリーグ2位の3割3分8厘をマークしています。ただそうですね、ホームラン12本打ってます。一発狙ってきています。3番のコウはしかし今日松坂に3三振。147が出ました。台湾の各バッターもどうでしょう、この中軸バッターはもう一発狙ってきてると見ていいんですかね。いや、どうなんですか。一発というよりももうとにかく来たボールを思い切って打ってるっていう状況ですね、はい、三振。3番の子を4三振合わせて12個目。で今日目立つことは古田のリード、はい、14個のうちどうでしょう、12個か13個、12個のうちですね10個はストレートの三振、はい、特に高めが多いですよね、さあ2アウトですが、しかし長打警戒松坂、4番レフトの陳金宝、陳兄弟の弟です。バットは回っていません。この大会はこの陳選手がドジャースのシングル A に所属しています。 IBA の規定で大リーグ参加の選手は参加する大会は木製バットを使うことになっていますが、その木製バットのうち圧縮バットというバットがありますが、はいはい、認められていますが、どうやらこのバットは圧縮バットの感じがします。木目がはっきり打つところしていますね。はい、そうですね、はい、圧縮バットです、はい、うん、ファールだ。ちなみに日本は圧縮バットは今禁止されていますから、はい、日本チームはその圧縮バットの対応ということもあって、はい、圧縮バットは使用していません、はい、これ若干飛び方が違うんですか。そうですね、ちょっと反発力がちょっと増すという感じの、はい、バットですね。素晴らしい松坂、13個目の三振、完璧にプロ選手を抑えています。9回の表も無得点台湾、あと日本1点取れば千鳥に大きく近づくという台湾戦の勝利ということになりますが、観眾여러분께안내말씀드리겠습니다。日本のファンです。
まあ、松坂の三振の数よりも何よりも早く1点、はい、点が欲しい日本、はい、もうなんとかしてくれっていう、そういうもう雰囲気ですね。思いはもちろんこの選手たちも同じだと思います、はい、しかし依然として台湾の、まあ、言葉は悪いんですが日本のコーチの人たちは警戒心を込めて隠し玉と言っていました、はい、1回も登板させなかったこの蔡中南がとうとう9回のマウンドに立っています、はい、投げ続けています。まあ、日本の勝つケースはさよならしかないと、そうです、いうことになったわけですが、はい、高校の日本9回の攻撃は5番の松中からです。日本のヒットは4本、打っているヒット打っている選手は4番の初芝がツーベースとセンター前2本、これから入る松中が同点の4回のタイムリースリーベースヒット、そして8番の高野がヒット1本打っていますが、その高野はもう飯塚に変わっています、はい、さあまず松中、日本は1番から5番までがプロ、したがってこの後6番からアマチュアの梶山、沖原、そして飯塚、工藤と続きます。このバッターの見逃し方を見ますとどうもボールと見えてるんでしょうか。はい、そうです、はい、これでカウント稼がれるんですよね、はいはい、バットはストライク見逃し、ボール空振り、132球を8回終わって投げています。今のは甘いボールだったですね。ストレートなんですよね、はいはい、レフトへ打球に伸び出し、伸びませんでした。やはり追い込まれていましたからちょっと当てただけになりましたか、ね、はい、ワンアウト。6番手じゃライトフィールド梶山優志子、ただ日本はこういうケースがないかもしれませんがちょっと揺さぶるようなね、はい、作戦をまだ1回も取ってませんよ ね、はい、まだそう言ってもランナーがなかなか出てないんでですね、はい、まあスチールぐらいですよね、はい、飯塚がピンチランナーで走ったくらいで、いわゆる日本がこのバッテリーを揺さぶってくるというその攻撃をすることができません。まだ先頭バッターを1回も出していない日本です。6番の日本チームのキャプテンのアマチュアの梶山、三菱自動車川崎の中心バッターです。バンコクのアジア大会では4番5番を打ってホームランも2本打っている梶山、はい、29歳のベテランです、まあ、梶山にとっては社会人11年目、ずっと金属バットを使用してきました、はい、この木のバットは本当に久しぶりのこと、まあ、先ほど圧縮バットというお話をしましたが、はい、飛ぶんだったら随分不公平じゃないかと思われる方いますが、バランスが非常にこう難しい、そうです、重心の関係もあって、はいはい、使いこなすのはなかなか難しいということを聞いています。そうです、もう自分のに合ったバットを作ってるんですね。そのバットを注文するのに時間がかかるんですよね。したがって日本は圧縮バットを使っていません。今年の来年のシドニーオリンピックを目指すアジア地区の予選、大きな変わり目、特徴としてこの木のバットを使用したこと、金属バットを使用しておりません。それとプロの参加を認められたことです。日本もプロアマの合同チームを作っています。2アウトランナーがありません。7番手じゃ中止だ、OK、
11個目の三振を喫した日本。何かもう少し工夫をしてほしいような気がするんですが、はい、どうなんでしょう。いや思ったようにバッターボックスに入るとストレートの伸びとスライダーですね。7番の沖原です。ちょっとタイミングがあるんでしょうね。しかしどうでしょうね、疲れも感じませんね、この20歳のサイン中南、はい、もう140球を超えてきてると思うんですがね。今日は継投でという話どころか、もう本当に完投ペースになってきました。これも詰まってます。内野フライ。落とした。落とした。落とした。沖原ちょっとセカンドは無理でしょうかね。はい、ちょっと無理です、ね。無理でしょうか。はい、まあ、全力疾走を怠ったとは言いませんが、はい、これはセカンドは無理です。はい、記録はエラー。ツーアウトランナー一塁。今日はサードのこの。今日は、まあ、エラーは先ほどつきませんでしたが、ファールフライを一つ、はい、取り損ねましたしね、はい、実質的には2つ目のこの大きなミス、はい、さあ、あ、台湾の監督出ました。台湾の林監督がマウンドに行きます。投球練習場では今2人投球練習をしていますが、一時は各源氏も投球練習をしていました。宋近畿が今投球かなりハイピッチで始めています、はい、高校を卒業したばかりの18歳の台湾の松坂と言われている宋近畿が投球練習をしていますが、変えませんね。もう最後にこのピッチャーで行くでしょう。はい、ツーアウトランナー一塁で、先ほどピンチランナーでレフトに回っている8番の飯塚が初めてのバッターボックスに入ります。バッティングの飯塚、この辺はどの辺がいいんでしょうか。これはね、非常に、はい、センター方向にですね、ミートの上バッターです、はい、バンコクアジア大会の1番です、はい、だからここでもう次にエンドランとかですね、そういうのをどんどんもうかけていきたいところです、揺さぶりたいですよね、はい、なんとかこのバッテリーを、はい、もう何かで揺さぶってですね、エンドランかけて一気に勝負とかですね、はい、ファーストランナーの沖原の足はどうでしょうか。はい、そうですよ、はい、でどちらかというと勝負師の方ですから、はい、判断力は優れてます、はい、まあ、すっぽ抜け。日本は相手がこうミスをしてくれた、ここにつけ込みたいところです、はい、サヨナラのランナーをツーアウトからですが送りました。長いゲームになってきました。6時15分過ぎに始まったこの日本台湾決勝リーグの日本初戦、大事な大きな初戦です。しかも松坂を立てています。こういうね、こういう時の飯塚くんちゃん燃えるんですよ。163センチ小柄ではありますがパンチ力もあります。ランナースタート。さあ、セカンドランナーがセカンドまで行った。出ましたね。沖原盗塁成功。この間の投球スコアボードはボールと出てますか。ワンボールからの今2球目なんですが、2ボールですね。2ボール。さあ、一番勝負強いの完全セーブですね。はい、はい、さあ、勝負強いここの飯塚君の勝負ですよ。はい、エラー盗塁。センターもライトも前に来ました。台湾、日本サヨナラのチャンスを迎えました。9回の裏、最初のバッターボックスではありますが、飯塚ここまでの予選2試合では3打数1安打ヒット1本。よく見た、落ちる球、ノースリー。次はラストバッターセカンド左の工藤、三振2つとフォアボール。いや、もうノースリーですけども、この1球勝負ですよ。はい、この甘いボールは打っていかないはず。はい、ということはここは待てのサインは出ていないかもしれません。もう出ないです。これもうここが勝負です。甘いボール、ストレートの甘いボールは打つ。
選んでフォアボール、これはちょっと近い球ですが、ツーアウトランナー一塁二塁、そしてラストバッターの工藤を迎えたところで大田貝監督が出ました、ベンチを出ました、代打を送るかもしれません。あ、右バッター出てきましたね。背番号1番がバットを振っています。東芝の社会人の平馬が代打に起用されることになります。バッターボックスにこの平馬が向かいます。随分球審に時間がかかっている大田垣さんですが、まだあのアンパイア球審に交代を告げています。ランナーは変えていませんね、萩野さんね、はいね、はい、ランナーは変わっていません。セカンドランナー、サヨナラランナーの沖から一塁ランナーが飯塚、そして代打はこの平馬、24歳の社会人、横浜高校を出ました。したがって松坂の先輩になるわけです。法政では大学選手権優勝、そして現在は東芝、社会人の平馬です。この大会は3打数2安打1打点ですが、あ、これ出ましたので2回目になりますので、そうですね、ピッチャー交代ということになります。ツーアウト1塁2塁、打者平馬というところで最中難、日本を最後まで苦しめました。見事な投球を見せまして、マウンドをこの宋金輝に譲ります。出てきました、日本のマウンドは現在松坂が、そして18歳、この6月に高校を卒業したばかりの宋金輝、再三申し上げますが台湾の高校のタイトルをすべて総なめにしたという、はい、宋金輝がマウンドに上がりました。さあ、これから投球練習をしていますが、当然日本チームも萩野さん、はい、あの情報を集めていると思うんですが、はいはい、どんなピッチャーと見ていいんでしょうか。もうやっぱりあのまずスピードボール、スピードボール、はいはい、これもう150近く出ます、それとあとフォークですね。ただあのコントロールない、それとまだあの経験がないということでですね、はい、ボーダーバンもあるんです、だからそのボーダーバに期待したいところです、はい、本当だったらここでピンチヒッターもう一回代打の代打をね、はい、左を送ることができるか、はい、まあ、左残っているのはあの阿部慎之助ですが、はい、阿部で勝負バッティングのいいね、はい、中央大学3年のキャッチャーもやります、はい、阿部慎之助、はいはい、そのあたりだと思いますけどね。そうですね、左と言いますと、はい、あとは俊足の赤星、はい、この辺が残っていますね、はいはい、一旦平馬の代打を告げました。そして台湾はサードを変えました。あの先ほどフライを落球と言いますか、はい、取り損ねました、はい、三塁手に代わってサードは背番号13をつけました東次陽です。三塁手は東次陽、日本はそのサードのエラー、そして沖原の盗塁、飯塚のフォアボールで迎えたサヨナラのチャンス。バッターはラストバッター工藤に代わって代打を送ってテーマです。この宋金輝はこのアジア予選では予選リーグの初戦フィリピン戦に4人目のピッチャーとして出場していますが、まあ、その時は2回を投げてヒット1本、フォアボール三振ともになし無失点、まあ、これはフィリピン戦は17対1という大差で台湾が勝ったゲームではありましたが、このチャムシル野球場のマウンドは2回目ということになります。さあ、台湾の松坂と日本の松坂の戦いですね、対決になりました、はい、ストレート一本に絞っていいです、はいはい、さあ代打は平馬、意外にね勝負師なんですよこのバッター。来たストレート、表示が出ませんがどうでしょう、球の速さは、まあ、145ぐらいは出てますね。早いですね、はい、もう真ん中めがけてのストレートでしたが、はい、もう待ちゲンス、待ってしまった平馬、当然ストレートだということは分かっていると思うんですがね、はい、各バッター、はい、これもストレート147、まあ、今のは厳しいコースではありましたが、はい、初球は打っていってもよかったと思います、はい、当然日本チームのミーティングでもこの今解説の萩野さんがおっしゃったことは選手に伝わっていると思います、はい、
任せに甘いボールが職人みたいなものがですね、今来るんでですね。これもストレート149。このチャムシル野球場の表示では松坂を上回りました。ランナーは沖原、サヨナラのランナー8番が見えました。一塁ランナーは飯塚。ツーアウトから迎えたもらった日本のサヨナラのチャンス、代打の平間です。全部ストレート。はい、もうそろそろ今フォークの要求したんじゃないですかね。はい、フォーク来た。バットはバットは回っていません、回っていません。投球ボール、そしてワイルドピッチ、ランナー2、3塁進塁。日本のサヨナラチャンスが広がった。初めて投げたフォーク、よくバットを止めた平間。はい、一塁の塁審は韓国の塁審です。だからもうあとはまっすぐしかないです。はい、もうフォークはちょっと来れないでしょうね。そうでしょうね、はい、初めて投げたフォークがこのワンバウンド。キャッチャーもよく前には止めましたが、はい、あとまっすぐバットを短く持ってセンターへ。はい、これですね。さあ日本9回で決着をつけることができるか。代打平間、ストレート、さすがに遅れる。144キロ。横浜高校の出身のこの平間、ちょうど横浜ベイスターズの横山投手の2年先輩、同じ世代になりますけども、はい、ね、甲子園選抜2回出場しています。法政では大学選手権優勝メンバー、そして現在は東芝。ストレート、まだ厳しいコースにはカットする余裕があると思いますが、はいはい、ですね、だんだんこういうふうにファウルしとってタイミングが合ってくるんですよ。もうストレート1本です。7球目ですが、フォークはわずかに1球だけ。ストレート、やったやった、出ました出ました、サヨナラ、やった狙い打ち、やりましたね。代打平野のサヨナラ勝ち、はい、9回日本台湾を破りました。松坂監督、シドニーへ大きく一歩近づきました。日本苦戦をしましたが台湾を破りました。代打平間のレフトの左へのサヨナラヒット、これでまず初戦の台湾を破って日本貴重な1勝。やっぱり真ん中来ましたね。7球目ストレート、はい、A、三塁ランナーのエラーで、しかもツーアウトランナーなしから出塁した沖原がホームイン、はいはい、日本は9回の裏ツーアウトランナーなしから台湾のエラー、フォアボール、盗塁も兼ねのワイドピッチがあり、そして代打平間のサヨナラ一振り。松坂投手3安打の9回完投に報いました、はい、松坂完投勝利。何よりも日本シドニーへ大きな1勝を挙げました。いや、しかし苦しんだ苦しんだ日本、はい、それだけに最後の喜びは一気に盛り上がった日本選手団。そうですね、今ちょうど三塁側のね、はい、日の丸が触れていますが、応援団の前で一礼をしました、はい、いや本当に苦しかった日本ですが、はい、最後は見事なそうです、はい、テーマの一振りでした、はい、本当見てみましょう。7球目、はい、2エンド1、いい当たりです、はい、もうなかなかこう取れそうで取れなかった、はい、日本チームの攻撃陣のモヤモヤをこの一振りが全て吹き払ったサヨナラヒットです、はい、2対1、9回裏日本は逆転勝ち、2対1でサヨナラゲーム。松坂が完投で
日本がまず決勝リーグ台湾を破って大きくシドニーへ近づきました。いや本当もうホッとしました。放送席、はい、放送席の萩野さんなんですがね、さあ、日のインタビュー、日本の選手監督にインタビューをします。まず関東勝利の松坂投手です。重苦しい試合でしたけど、どんな思いで投げてましたか？そうですね、1点先制されたとはもうとにかく追いついて、逆転してくれるのを、待ってずっと投げ続けました。しかしなかなか点を取ってくれなかった、はい、そこでまた苦しさというのはありませんでした？もう相手ピッチャーも良かったですし、まあ、僕も苦しい中で、みんなが声をかけてくれて支えてくれました。今日はストレートがよく走ってましたね。前半はちょっとマウンドの関係でちょっとあまりしっくり来なかったんですけど、まあ、後半中盤から慣れ始めて、あとはまあまあ良かったと思います。高校の先輩の平間選手が打ってくれました。そうです、代打に出た時はもう監督もそういう、高校の先輩っていうそういうのを考えて出してくれたのかなと思って、僕もずっと信じてました。さっき2人抱き合って何か言葉をかけてましたけども、何て言ったんですか？いやもう声も何もかけないで抱き合いました。はい、今日のピッチング自分では満足してますか？はい、満足してます。初めてねオリンピックを狙ってこのユニフォームを着て投げて勝った、はい、今の心境どうですか？そうですね、まあ、勝つのが当たり前っていう、まあ、勝った当たり前っていうか、そういう期待を、まあ、僕も裏切らないようにとは思ってたんで、はい、本当に良かったです。まだ2試合ありますけど、行ってくれと言われたら、もういつでも行く準備はしておきます。はい、大変ご苦労様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。松坂投手に話を聞きました。さあ続いてサヨナラヒットの、わあ今すごい報道陣の数になっていますが、少々お待ちください。少々お待ちください。では続いてサヨナラヒットの平間選手にもお話を伺います。平間選手です。バッターボックスに立つときに大田垣監督から何か言葉がありました。どんな言葉だったんですか？もう来たボールを叩けって言われました。はい、相手のピッチャーが総近畿に変わって、はい、その球の手応えというのはどうだったんですか？もう初球見たら早いなと思ったんですけどね。でもなんとか外野の間とか内野の間とか抜ければいいなと思って無我夢中でした。だんだん合ってきたような感じがあったんですが。そうですね、まあ、球を、まあ、多く見た甲斐がありました。はい、そして最後のボールどうですか、今思い出せますか？低めのインコース寄りだと思うんですけどね、もう当たった瞬間嬉しかったですね。後輩が好投したけれどもなかなか点が取れなかった、どんな思いで見てました？そうですね、松坂が、ね、一生懸命投げてたんで、もし自分がこういうチャンスの場面で回ってきたら絶対打ってやろうと思ってました。はい、どうですか、満足してますか？最高ですね、最高です。これからもいいバッティングを期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよならヒット平間選手に伺いました。インタビューは以上です。放送席どうぞ。この放送は9時10分までこのソウルのチャムシル野球場からお伝えすることにいたします。まあ、こういった大きな切符のかかった国際試合というのは内容はともかくもう勝ち負け、まだインタビューが始まりますか？放送席、放送時間は21時9時10分までなんですが、続いて、インタビューを行います。古田選手です。非常に苦しい試合でしたが、終わってみてこの勝利の味はいかがですか？いや感極まりましたね。ペナントレースの勝利でもなかなか味わえない味ですか？そうですね、はい、と思います。最後サヨナラヒットの場面はどんな思いでベンチでご覧になってました？いや本当に勝負強いバッターが出てくれたんでね、なんとかしてくるんじゃないかと思いましたけど、まあこういう展開予想してたんでね、そういう意味じゃ本当に苦しい展開だったと思います。受けていて松坂投手の投球今日どうでした？いや序盤ちょっとね抑え気味なのかちょっと調子が悪かったのか今一つだったんですけど、だんだん、途中から乗ってきてくれたんで、
本当にテンポよくいけたと思います。なんとか点を取ってやりたいという気持ちはプロの先輩の選手たちにはあったと思います。そうですね、本当に、積極的には言ってるんですけどね、なかなか向こうのピッチャーはちょっと良かったもんでね、なかなか打てなかったですね。それにしても少しこう冷静になっていただいて、オリンピックの経験もある古田さんが本当にこの一生の重みをよく分かってると思うんですが、改めていかがですか。いや本当に、いや勝ってよかったです本当に、内容どうこうよりも本当に、勝ってよかったと思います。はい、これでオリンピックに一歩、大きい一歩だと思うんですが近づいたと思います。その手応えはどうでしょう。そうですね、あと2試合あるんでね、とりあえずもう、切り替えて明日の中国戦、全力を尽くしたいと思います。どうもありがとうございました。古田星に話を伺いました。放送席どうぞ。はい、9時10分を回りましたが、予定を延長してこちらのソウルのチャムシル野球場からお伝えします。どうぞご了承ください。まあ井野さん、今私が先ほど言いかけた、はい、放送席まだインタビューありますか。放送席大田垣監督のインタビューを聞きましょう。どうぞ。では続いて、大田垣監督です。いや選手たちにも今古田選手にもお話を伺ったところなんですが、こう感極まっているというコメントがあったんですが、監督いかがですか。ね、最後打った瞬間は、もう、ですね、胸が詰まるような思いでした。出ていく選手一人一人に最後は声をかけてらっしゃいましたけれども、何を狙いとかそういうんじゃなくてね、自分の気持ちを集中してボールに集中しろと、そういったことです。台湾の蔡投手にこれだけ苦しむとは思ってらっしゃいました。ね、そこまで思ってませんでした。正直なところもう少し、4、5点は取れるのかなと思ってましたけど、意外にフォークボールに苦しみました。そして監督として松坂投手のピッチングご覧になっていかがでした。いや、ピンチを切り抜けてからの精神力の強さですかね。やっぱり素晴らしいですね。我々にも夢を与えてくれそうなピッチャーです。アマチュアの平和選手が決着をつけて、そしてプロのピッチャーも頑張った、この今年の日本チームの非常にこう意味の深い一勝ではないでしょうか。そういう面では非常にいい形で終わったと思います。あと2試合ありますので精一杯頑張ります。どうもありがとうございました。大田垣監督にお話を伺いました。放送席インタビューは以上です。はい、高林アナウンサーの次々のインタビューでありましたが、今の大田垣監督の最後の一言、我々に夢を与えてくれた松坂の投球、ね、はい、打つ方はもちろん平間の素晴らしいサヨナラヒットがありましたが、やや監督としても不満が残ったと思いますが、はい、その松坂の投球ですけれども、9時14分までこちらからお伝えしますが、9回106球被安打3、奪三振13、フォアボールわずかに1個失点1という投球内容でした。特に今大田垣監督の話がありましたが、6回ノーアウト2塁のピンチを出した見事な投球、はい、そうですね、それ以降の投球内容が見事だったと思います。今日の解説は萩野智康さんにお願いしましたが、これで韓国日本が1勝ずつ、日本は中国と明日対戦、あさって韓国と対戦をしますが、あまり先のことを言ってはいけませんが、韓国が台湾に勝つということになりますと、はい、日本はあと1勝でシドニーに切符が届くということになります。そうです、はい、そうです、ですから予選は何が起こるかわからないん で、 そうです、ね、まずきちんと先取点取って、はい、中国戦でも安心しちゃいけないと、もっとどん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 攻める気持ち持たないといけないですね。明日の中国戦に向けて萩野さんはどんなことを全日本に日本チームに臨まれますか。もう多分吹っ切れたと思います。はい、もう俺がじゃなくてみんなでつないでいく野球、これをもう一回目指さないかんと思いますね。そうですね、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうも。解説は萩野智康さん、実況斉藤でお伝えしてまいりました。ソウルのチャムシル野球場、我々に夢を与えてくれたルーキー松坂投手の回答、2対1 9回で日本サヨナラ勝ちで台湾から1勝をマークしまして、明日の中国戦にシドニーオリンピックの期待大きく広がりました。明日は午後2時からこの中国戦の模様をお伝えします。それではソウルのチャムシル野球場からこの辺でお別れすることにします。皆さんさようなら。